71。はい、どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。6月19日、20日 20日、6月20日金曜日、本日は気候な蒲田店から生放送です。蒲田の市、インカマキコ、よろしくお願いします。イエーイ。あっちゃん、これ何僕と店長外れてないですか？大丈夫ですか？真ん中でかいから。いやいや、大丈夫、収まってます。大丈夫大丈夫。はい、だいぶ収まってる、はい、だいぶ収まってる感じですよ。店長、もうちょっと内側寄って寄って、はい、青木もね、はい、和骨、こんばんは。どうも、こんばんは。ありがとうございます。はい、本日はですね、崎山DJ 崎山、はい、最終回スペシャル。なんでなんで、何やらかした？何やらかしたんだ、崎山。言ってもらっていいですか、代わりに。実はですね、当で就業規則で、恋愛の方は禁止となっているんですか。恋愛禁止。AKB と一緒じゃないですか。本当に聞こうのは恋愛禁止なんですか。食堂のちょっとお母さんに。食堂のお母さん。食堂のお母さん。食堂のお母さんに何ですか。何してたか、何を何したのかまで詳しくはまだ、まだ聞いてないけど、聞いてないけど、はい、聞いてないけど、ちょっと食堂のお母さんと何かがあって、お母さんからちょっと自分衝動を受けまして、蒲田店からちょっとね、ちょっと違うところに行って移動と、はい、いうことになってしまったんでね、今日が最終回と、はい、いったところね。どうですか、意気込みの方は。今日は今日、まあ一番、ま、2時間で満杯出してやろうかなと。2時間で満杯。じゃあ2時間で満杯出なかったら罰ゲームということでね、はい、よーし、はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあ本日のルールをね、説明していきたいと思います。はい、本日はですね、対決機種がパチスロ装填の剣2となっております。こちらがですね、今週から、導入が始まったね、新台になってるんですけれども、こちらで個人戦といったところで、3人で対決してもらいます。本日の罰ゲームはパイ投げと。大丈夫ですか、パイ投げ。はい、大丈夫ないですね、はい、大丈夫ない、はい、はい、でですね、まあ視聴者様のね、ご要望によりパイの投げる場所はね、ご指定できるというシステムにね、本日はなっておりますので、皆さん最後まで見ていただいて、ちょっとね、パイの投げる場所をね、指定していただければなと思います。はい、はいはい、といったところでよろしいですか。はい、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 じゃあ、実践の方に移っていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、 CM いきます。はい、そう、この感じいいね。キコーナ、はい、ということで皆さんお待たせしました。カメラ位置の調整だけやらせてくださいね。はい、何かな。はい、お、ちょっとオギーが頭でかいぞ。はい、じゃあ早速スタートー、いきましょう。はい、あ、音量はどうですか。音量調節皆さん自分でちょっとやってくださいね。はい、初見ということでありがとうございます。ルビックゴールド、ちょっと待ってくださいね。何話から、はい、こんな感じでどうですか。はい、はい、そして、画面向かって右側がオギー。はい、はい、こんな感じでどうでしょうか。大丈夫せほ、大丈夫そうですかね。はい、よし、始まった。おやすみ、早いよ。早いです。今日最速じゃないか、6分って本当に。胸厚の蒲田店来た、ありがとうございます。ありがとうございます。崎山、横須賀店行けよ、あそこ行ったら頭おかしくなれるから。どういうことですかそれ。もうすでにあのね、あの食堂のおばちゃんとね、イチャイチャしてるくらいですから、もうすでに頭おかしいと思いますよ。はい、若津こんばんは。どうも、降格ですかってことなんです。そういうんじゃないですね。はい、はい、現状維持で、はい、
あ、大きいの台ちょっと音量大きくない？なんかイチャモンつけました。ないないない、じゃあでかいって絶対。あ、チャンス目、はい。さあ皆さん、想定の剣はホールでは打たれたんですか？自分はまだ打ってません。あ、店長打ってない。僕は打ってないです。あ、先山打ってない。はい、オギーは打ってないですね、打ちたいんですけど。まだ打ってない。じゃあ今日が皆さん初打ちということでよろしいですか？ショールーム以来の、はい、ショールーム以来、店長はショールーム以来、はい、家の、市だということで、はい。まあ、想定の件は、蒲田店は何台入ってるんですか？15台です。あ、15台ってことで結構入ってますね、はい、1列、はい、はい。昨日の戸塚店のウィニングターン見て、打ちに行ったら、あ、先客が潜伏600はめててクソ大確定やでと。あー潜っちゃうんですよね、ブル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 してます、ブルブル。お、オギーちょっとチャンス、押せ。はい、ギアかしでした。はい、まあね、あれ本当昨日もエリマネがですね、はい、格変に入ったんですよ、潜伏格変に、はい、おーおーやりますねと思ったら当たったの480みたいなね。左打ちでですよ、左打ちで480はめましたからね、あの人本当にある意味レジェンドですよ本当に。はい、指定か、手の甲とか、全然美味しくない、 ある意味罰ゲーム。そんなプチフリーズの騙しみたいなのがあるのかと。そうなんですよ、結構左リールがねガチャ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 動く台になってますんでね、この台は。はい、まあ、台のシステムを簡単に説明しますとですね、1セット約20ゲーム、で、継続率が 70% から 89% の、AT 機になっておりましてですね、で、純度が約 2.7 枚、天井が777ゲームとなっております。上乗せ特化ゾーン、激闘乱舞 in 上海というのがございましてですね、そちらに行くとですね、出玉がもりもり増えるシステムとなっておりますので、ね、今日は3人のうち誰かしらそこを、ね、見せていただければと思います。はい、はい、エリマネは神になったんやつ、本当だよね、ある意味神だよ本当に、あんな引き。どうしようかな、カメラ位置があんまり良くないな、右足の速い、なんなもんでどうかな、なんでなんかじゃな、はい、先山どこに飛ぶの、今後視点ですかと。もう国内出てんじゃん本当に。せめて国内にちょっと出してください、はい。まあどことはまだ言えない感じですかね。そうですね、はい、まあ、でも、はい、あの、はい、A 点です。 A 点、はい、あ、じゃあいいんじゃないですか、はい、おなるほど、はい、じゃあ そのテープ行っても頑張ってね。ありがとうございます。ちょっと寂しいですね、そういう言われ方する。え、いや寂しいけどさ、やっぱね、別れはあれば出会いもあるわけじゃん。もうね、新しいお店行ったらこう新たな出会いがあるわけでしょ。新たな食堂のおばちゃんとのね出会いがあるわけですよ。そこでまたね、50代とのね新たな恋をね、こう成就させていただければと思いますね。楽しくなってきました、はい、もうみんなあの女の子とかもう泣いちゃってるんですよ、最近。本当ですか、はい、いや人気ですね、やっぱ人気なんですよ、人柄なんですよね。あ、嬉しいですよ、はい、ね、その辺はやっぱり普段のね人気があるというところですかね、はい。明日初打ちしてきます。あ、頑張ってください。お願いします。そのためにね、今日予習してください、予習をね、はい、はい。崎山は江原正宏ですかと。いや僕それめっちゃ分かるんですけど、江原正宏ではないですよね。似てるけどね、うん、ちょっと似てますね、うん。A 点だったら関西なの、関西の放送出ると。おー、いやでもまだどこかで会う可能性は、会う可能性はありますのでね、はい、皆さん忘れないでくださいね、忘れないでください、はい。ちょっとオギ帽子外してあ、うん、その方がね多分いいと思う、見てる人はね、はい。あれ今日は生意気なあいついないんですかいないです、あいつ生意気なあいつ生意気なあいつはですね、今日は見てないですね、今日お休みですかね、いや追放です追放、新しい、ね、新しい言葉、あ、いや追放だそうですはい、ということでまだ誰も当たってない感じですけれども、はい、やっぱ人気の方はありますか、やっぱり大人気です、すごいですね、はい、すごい
すごい、はい、もうずっと待ってます。あ、回数見てもすごくないですかこれ今日の。すごい、105回、85回、94回、80回、107回、何これ、めちゃめちゃ出てんじゃないですかこれ。大丈夫ですか本当に。まあね、ビッグゴロ店長イケイケですからね基本的にはね、はいはい、信頼を楽しんでもらいたいというところがあるでしょうね、はい、やっぱり鎌田マジ怖いや怖くないですよ全然、せっかくスネ夫に設定教えてもらってたからお礼言おうとした出た、毎回ありがとうございますねこのコメントね、本当嬉しいですよ。店長設定間違えて入れたんですかと、そんなことはない、ね、はい、間違えようがないですよ、間違えちゃったかもしれない、さあどうですか、なんすか竜って、これはですね、チェリー広角ですね、チェリーの確率がこの間だけ、上がってきます、はい、なんで、中段チェリーを引けばね、AT に近づくというシステムになってますよ、はい、今日は装填1本で行くんですか、はい、今日は1本で行きます、2時間ゆっくり装填見せますんでね、はい、皆さんいいとこになったらねちょっと教えてくださいね、はい、いいとこ来たよーと、はい、さあ、まあ、出玉勝負なんでね皆さんしっかり出してくださいよ、はい、はい、負けないです、はい、もうまあ導入から約1週間ぐらい経ちますけれども、はい、最高どれぐらい出たとか覚えてますかね、実は、全然出てないんです、本当ですか8000枚ぐらいですかね、8000枚ぐらい、初日で、あ、まんま行ってないのがちょっと悔しいと、悔しいですね、あやっぱね、まあでもそこまで結構辛いっていうね、辛いです、話を、はい、他の店長さんからね伺ったりも私してるんで、実際やっぱそうですか、辛いです、あそういうところでやっぱり辛い台はね、はい、やっぱり設定使ってあげないとね、はい、まあ、お客さんとね楽しめないですからね、はい、スネ夫ママから連絡来たからさっき塾に向かいましたって言っておいたから感謝しろよと、お、中段チェリー来ました、あ、結果は中段チェリー来ましたね、はい、はいはい、一応中段チェリーは 25% で、はい、AT にね繋がっていくという、この辺はね、はい、歴代の北斗を継承したシステムになっております ね、 いいですね、はい、はい、とんがりはと誰ですかそれ、わかんないです、僕はわかんないです、あ、とんがりはちょっとねいないですか、はい、お、オーギーも中段チェリー、はい、こういうのがあるんですね、うん、これがね結構多いんですよ今回の台はね、はい、とんがりは東京湾に沈められました正解です、デスソースとどっちが辛いですかこの台は、デスソース同じぐらいですかね同じぐらい辛い、はい、あいつやりすぎたかってまるまる、とんがりってさ前の YouTube 改めて見たんだけどさ、ウーマンラッシュアワーの村本に似てるよね、似てる、あ、似てる、わかるわかる、さあ騒がしくなってきましたね、はい、なおかな、はい、和骨こんばんは、こんばんは、この放送は東京都大田区にあります貴公な蒲田店から生放送でお送りしております、本日は総選の件2で、3人の出玉バトルとなっておりますのでね、皆さん2時間お付き合いのでお願いします、やりました、早い、さすが店長見せますね、今日は早いですね、早いですね、はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、から、宿命の時、黄色ですね、はい、はい、ここの、20ゲームで続く、バトルボーナス、これの継続率がですね、70% から 89% というところで、その間にですね敵を倒すと、激闘乱舞の方に移行していくシステムとなっております、はい、和骨こんばんは、こんばんは、今日は人気番組ありすぎて迷ったんだけどこっち来ました、ありがとうございます、ありがとうございます、だから北斗トロいなかったら許しませんと、誰か引いてね、はい、はい、ということは嫌われてるのかわら、鎌田は初めて見るんですけど皆さんの紹介をお願いしますと、はい、はい、じゃあ店長から、はい、はい、店長の橋本です、はい、ビッグゴロです、すいません、はい、本名言っちゃったね、年齢36歳、はい、子持ちのサラリーマンです、はい、得意な体位は、得意な体位は松葉崩しということですね、はい、はい、じゃあ次オギーいこうかはい、はい、オギーです、はい、年齢は31歳、はい、好きなものは、はい、アナゴです、アナゴ、
はい、何食べ物の、いや違います。え、それともあのサザエさんの、違います。ハ、はい、ーですね、はい、アナザーゴとハーですが大好きということでね、まあ、プチ情報として嫁さんが化け物語大好きっていう、ね、大好きですね、プチ情報がありますね、はい、はい、そして、自己紹介するのが しても最終回最後の登場の、DJ ザキヤマですけれども、自己紹介お願いします。はい、ザキヤマです。はい、年齢は25歳です。25歳、はい、はい、好きな女性のタイプは、食堂のお母さん塾女が大好きだということなんでね、見てくれてる塾女の方ぜひね遊びに来ていただけたらと思います。はい、はい、うん、僕は大森西に住んでます。おー、近いじゃないですか。遊び来てくださいよ。ぜひ遊び来てね、声かけてください。オギーとかね、店長とかいますんでね、ぜひぜひ。はい、オギー、俺たちのとんがりを消しやがったな。はい、消しました。俺たちの了解です。はい、あっちゃんいますか。いますよ。はい、アツロクさんも自己紹介してください。あ、私もいいですか。私、あっちゃん6号という名前でですね、ライター業とですね、酒パワーで MC 業をやらせていただいております。彼女は全国に2000人ぐらいいるということなんでね、来るもの拒まずなんでね、ぜひぜひ彼女候補を、ね、募集してますんで、よろしくお願いします。本当にあっちゃんかっこいいですね。マジで天才だと思います。ありがとうございます。これね、昨日も来たの。本当にね、ありがとうございます。嫁さんが化け物って言うかと思ってびっくりしたよ。いや、噂ではですよ、私も見たことないんですけど、噂ではすごいお綺麗な方とね伺ってますね。いや、そんなことはないです。化け物語クソ大、いやいや、そういうんじゃない、そういうんじゃない、そういうんじゃないですね。そういうんじゃないです。ビッグ店長の方はうまくいってますかと。今4割ぐらいですかね。4割、微妙じゃないですか。ちょっと仕事が忙しいです。ああ、なるほど。あ、終わっちゃいましたか。終わっちゃいました。はい、100万円100万円で100万円はい、はい、横須賀店の某店長はダメっぽいけどね、まだまあね、横須賀店の方もねちょっとね、いろいろありますからね。ビッグゴローはキコーナの店長だから頭湧いてるってことでいいですか。あ、そうです、湧いてます、湧いてますよ、本当に湧いてます。私ね、関西の店長ちょっとわからないんですけれども、はい、関東の店長はもう9割方言ってますよ。言ってる、9割方言ってます、言ってますね、本当にもう、はい、頭おかしいです、はい。あ、じゃあ付き合ってほしいです、かっこいいから。あ、女性の方だったらぜひぜひ、酒場で働きたいです、募集し、あ、ガンガン募集してるんでぜひ、ご連絡ください。はい、コロスケは辞めたのか。コロスケいますよ、元気してますよ、元気ですよ。コロスケは、コロスケはわコロスケね、私さっきすれ違ったんですけどね、はい、なんか 1.5 倍ぐらいに大きくなってないですか。大丈夫変わらないです。横に大きくなってないですか。大丈夫ですか。はい、おい圧力、裏番組はニコ生のトップに掲載されてるぞと。キコーナも金出して、乗せてもらおうぜと。あー、トップ画面にね。いや、そんなね、やらなくてもね、もう、はい、見てくれる方たくさんいますから、はい、大丈夫ですよ。こんばんは、そろそろ寝ますね、早いから、こんばんは。いつもありがとうございます。圧力様、私はあなたのことが好きです、本気です。ありがとうございます。秋葉原のビッグアップより化け物70台外していたらしいね、と。まあ、200台あったからね。カマキコさんは鉄拳3どれくらい導入する予定あるんですかね。まあ想定と同じぐらい行こうかなと、まあ、行こうかなと思ってると、はい、まだ確定ではないですからね。はい、はい、アスカと同じ、やめておく。あっちゃん本当にかっこいいですね。どうやったらそうなれますか。まだ、あ、だいたい大食い企画とかね、毎週やってればだいたいこうなれますよ。大丈夫です。自己紹介ありがとうございました。 いえ、とんでもないです。とんがりとスネ夫はやめたのかと。いますよ、いますよ。スネ夫はいますね。スネ夫はいます、います。大丈夫ですよ。あっちゃんの連絡、ツイッターに連絡すれば働けますか。わら、あ、一応連絡ください。そしたらいろいろご説明しますよ、うちのシステムをね。今のところ、営業中の蒼天2の最高デラマってどれぐらいですか。8000枚ぐらいですね。8000枚ぐらい、はい、あっちゃんじゃあ寝るね、私寝るね。あ、おやすみなさい、ありがとうございます。でもまだ20分しか経ってないんだけどな、あと1時間40分付き合ってよ。お願いしますよ、ね。え、さあ、オギーと、崎山まだ当たりが引けてないというところなんですけれども、まあ、天井が777ゲームなんでね、はい、すぐ来ますから、はい、映像的には今日は見せれると思いますよね。はい、
あっちゃん毎日大変だな、体調管理気をつけるよなんて言わないんだからねと。大丈夫ですよ全然、週ね毎5回今関東地方でやってますんでね、ぜひ毎日月火水木金とやってますんでね、皆さん蒲田だけじゃなくてね全店見てくださいよ毎日。はい、はい、あっちゃんセクシーボイスで私を起こして、俺がセクシーボイスか。閉店後にやってるんですか。そうです。今日もね閉店後から、気候なチャンネルは、全て、閉店後から、実際の店内でね生放送でお送りしてますんで、はい、ぜひね、旬な台もやりますし、ね、見て打ったことないとかそういう台とかもね見てれると思いますんでね、ぜひ見ていただけたらなと思います。今日アナゴで1万5000枚出てた人おった。すごいね、すごいすごい、1万5000枚はすごいわ。え、今世紀最高の天才とんがりが消えたのか。おなんと店長、はい、チェリー降格中に、チェリー降格中に中断チェリー、はい、はい、だからかっこいいね、ありがとうございます。俺あっちゃんは六角星人に似てると思うよ。俺もそう思う。これ熱いじゃないですか。これ熱そう。円盤にしよう。さあ昇格きた。はい、中断チェリー。俺は店長の代、今日は調子いいんじゃないですか。いいですね。ねえ、はい、そろそろニューパルかなと。あーニューパル懐かしい ね。酒井店長ねがいた頃はね、中断チェリー、ニューパルの中断チェリーが熱いとか言ってましたからね本当に。やっぱ大体頭湧いてますからね、そんな聞こえたら店長っていうのはね。とんがりは広角機動隊に入隊しました。あと、あっちゃんはスイカ頭だからそんなことないですよ。こんばんは、あっちゃん10万爆。あ、こんばんは、いつもありがとうございます。ご提案残しててください、ありがとうございます。あの中断野郎は元気ですかと。あ、元気ですよ酒井店長。この間ですね関西版の気候のチャンネルの方に出てましたよ。へえ、兵庫の、キコーナの店長集結スペシャルと、放送があってですね、そちらの方に酒井店長出てましたので、ぜひね、YouTube の方に録画上がってると思いますのでね見てください。ハート様は今日いますかと。ハート様は残念ながら昨日の木曜日にね出てますのでね、毎週木曜日見ていただけたらと思います。頭湧いてるクソ笑うと。いや本当に湧いてますからね。とんがり超面白かったのに酒場に入れてやれよ。いやいやいや、キコーナさんの社員さんですからね、なかなかね。あっちゃんいじりさんにも似てますよね。これもよく言われますね、いじり岡田似てるってね。まあ、私もね舌使いは負けてないですからね。はい。今日天寿引いてた人見たら単発だったと。お、あ、ごめん、絵の道、はい、中入りました。はい、まあ、できればね今日は天寿の美が見たいですね。見たいですね。まあ、フリー前室とか、バトルで勝って天寿行くときもありますんでね、ぜひいいとこ見せてくださいね今日。はい、はい。今日、元気ならいいや、どうせまだ、パルさんの中断チェリーがどうかとか言ってるやつはほっとけと。まあね、でもあれでも店長さんですからね本当に。あっちゃんはたまにさらっと口悪くなるから好きだ。そんなことないですよ。常にねもう、言葉遣いはね丁寧にね心がけてますから。はい、おダメダメでした。あー残念ダメ。はい、おおおおおすげえジョニーだ。ちょっと頭逆ですね、頭逆。はい、あーハードボイルドのジョニー、はい、来ましたね、見えますか、はい、皆さんプレミアじゃないですかこれ、はい、ありがとうございます。はい、はい、ビッグボール店長初当たり2回目来ました。はい、はい、駅前でスネ夫がビッグ G に絡まれてたよ。助けに行かないのと。いやそんなねスネ夫なんか大丈夫でしょ、ほっとけばね、なんとかなりますから、なんとかなります、はい、大丈夫。おお、酒パーで働くのとキコーナで働くのどっちがいいですかと。いやどっちってもう働いたことがないから何とも言えないけどね。まあまあ、自分が楽しいと思える仕事が一番いいと思いますよ。やっぱ長く続けないとね仕事の面白さも分かんないですからね。エイリアンも出るのかなと。まあ、出るんじゃないですか、エイリアンとかも。いそうですよね。さあ、スイカからの青。
はい、これがどんどんオーラが上がっていくと、敵を倒しやすくなると、はい、青のままですね、はい、あーちゃん全然米噛まないけど早口言葉も得意ですか。あ、全然得意じゃないですね、むしろ噛み噛みですよ。さあ、まあ1回目は絶対勝つんですよね、これ。あ、そうなんですか。最低40ゲーム、おー、ケンシロウの攻撃。ジョニーがプレミアってことは今後に期待してくださいってことなのかねと。あー、もしかしたら5号機でまた復活するのか、ハードボイルドみたいな。でもあのシリーズは結構また出てもいいかなと思いますけど、ね、そうですね、うん、結構面白いですね。生麦、生米、生卵、ありがとうございます。早口言葉ね、はい。ちょっとこれだと画面切れちゃうのか、生かな、はい。さあ、崎山と荻は静かだけど今300ゲーム超えました。300超えた、はい。私は、はい、玉霊さんのナイスバディで楽しんでおります、同じくです。あ、本当ですか、私玉霊より隣の子の方が可愛いと思うんですけど。あ、あの、のび太と同じ発想ですね。ダメですか、そっち系はダメですか。老若男女、ロナウジュニョ、この前とうとう10万発交換したら財布に行き地が入りきらず、アッキーさんに頼んで輪ゴムでぐるぐる巻きにして帰りましたと。おめでとうございます。もうどんどん勝ってくださいね、本当に、ね、勝ってまた来ていただくのがね、はい、嬉しいですからね、本当に。なんでこれ早口言葉ばっかりややコメントくるんだよ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、ファイヤードリフト出てほしいなと。そう言われてみれば、あれも1回しか出てないもんね、ファイヤードリフトもね、あれ面白かったね。サミーはエイリアンと、パジカ星人どっち推しなのかなと。パジカ星人なんすかそれ、わからないです。新キャラ、新キャラ、あ、負けた、負けました、はい。あー、残念、復活は、あ、あ、ないです、ない、はい、2連で100枚と、はい、はい、こういう展開だとやっぱ出玉的にはなかなか伸びないと。やっぱりね、あの激闘乱舞 in 上海に入れて、うん、ちょっとサクサクっと増やしていくという感じなんでね。俺の隣で寝てるよ、誰かだ、そういえば本業は、本堂はあっちじゃーっていうババアはどこ行ったのかなと。ああ、前作の蒼天で出てたね、おばあちゃんいたじゃないですか、あれは今回出てないですね、そう言われればね。小手半って何ですかと、コメントビューアーとかにですね、名前が、出るようになるんですね。毎回、あ、誰が来たって、あの私が読み上げるときに、誰が書いてるって分かるように、名前をつけるということですね。アットマークの後ろに、自分の好きな名前をつけてですね、書き込んでいただけると固定版つきますんでね、ぜひお願いします。負けない方法ならあるぞ。負けない方法、どうやって勝つの今度は。負けない方法は打たないこととか言うでしょ、どうせ。どうやって勝つんだって、この台はやっぱその継続率が一応 70% から 80%、 89% までありますので、まあ、高継続に行ったときに、うまいことね、こう激闘乱舞絡めて出していくっていうのが、まあ、理想形でしょうね。バレた、そうだよ。さあ、オギーどう、はい、争点初打ちだけど、とりあえず初当たりを引きたいんですよね。面白い、面白い、どう、いや好きですよこういうの。あ、こういうのは好き、大好きです。先山どう。そうですね、だからチェリー引くたびになんか汚染とか出るんで楽しいですね、うんうん、ああそれが面白い、面白いっす、うん。オギー今週はイライラしなくて良さそうだね。はい。もう大丈夫です。もう大丈夫、今日は、はい、いないんで落ち着いてるね、はい、うん、もういないんで。はい。負けない方法、確かクレマン、やめてください、やめてください。誰ですかクレマンとか言ってるのは。やめてください。それ以上いけない。鉄拳早打ちたいなと、打ちたいですね。鉄拳も7月の7日そうですねから導入開始みたいなんでね、はい、もう導入された際には皆さんガンガン打ってくださいよ。玉霊ポロリありますか、わらわら。欲しいな、欲しい。プレミアで、今のシステムならアラジン A、再現できそうだなと。アラジンか、アラジンエースいけそうですね、ピッポッパッポン。あれもね、本当に俺あんまり相性良くなかったんですよね、アラジン。
スーパーアラちゃん入っても全然こうなんかでかいのに乗らなくて、あんまり出たイメージがないんですね。いつもパチばかりでスロット打ったことないんですけど、目押しできなくてもスロットって打てますかね。打てまーす。はい、はい、まあ押し順ナビが出ますので、最近の AT、ART 機っていうのはその押し順通りにねボタンを押していただいたりとかですねしていただければ、まあスイカの目押しができないとかね、チェリーの目押しができないっていうと、その子役を取りこぼしてしまう、取れない可能性はあるんですけど、内部的にはねちゃんと抽選はしてますので、まあ、チェリーで、こう大当たりの抽選をしてたりとかするんですけど、まあ、そういうので、まあ、取りこぼしても、抽選はしてますんでね、まあ、目押しができなくても全然楽しめますので、ね、はい、想定なら打てるよと、あ、想定は打てますね、打てますね、はい、五郎ちゃんは 70% を2回単発ってことでよろしいかと。そうです、そうです、はい、その通りです。もしかしたら 80% だったかもしれないけどね、はい、はい、アラジンの BGM いいよねと、あ、いいですね、はい、さあ誰も騒がしくない、まずいっす、まずいっす、この展開、まあ、誰がまだねこう罰ゲームを食らうかわからない、はい、ね、ビッグゴール店長もね200枚ぐらいですから、そうです、まだまだ、まだまだわからない、まだまだ誰が勝つかわからない戦いになってますよ、はい、今日は、はい、さあじゃあカメラねちょっと崎山の台ね今度映そうかね、はい、お願いします、はい、ね、カメラ来たからねちゃんといいとこ見せてね、今そうですね、今そろそろ来そうっす、はい、まだ中段チェリーすら引いてないはい、ダブルチャレンジだっけ、あの天使と悪魔が出てくるやつ、あれ打ちたいなと、あれ最高に面白い、面白かったっすね、もう俺1日30倍しか叩かなかったです本当に本当にでも行かれてましたよあの頃は、設定は営業時から続いてるんですかと、今打ってる台の設定ってことですか、どうなんですか、いや変えてますよ、はい、変えてますよ、はい、皆さんが楽しんでいただけるようにね、鎌田は罰ゲームなんですか、本日の罰ゲームはパイ投げとなっておりますんでね、投げる場所は、視聴者の方にお任せというシステムになっておりますんでね、コメントいただければ、どこに投げてほしいかね、はい、その時に、コメントください。じゃああっちゃんのキャバトーク希望、キャバトークですか、私のキャバトークが聞きたいですか、いや特に私キャバクラ最近全然めっきり行けてないんでね、もうオギーの方が行ってますね最近ね、いややめてくださいやめてください、家庭が壊れますオギーは何、週1のペースは崩してない感じだ今、本当の話キャバクラは行ったことないんですよね、生まれてから1回も、はい、行ったことないです、本当にお付き合いでも行ったことないんですよ、じゃあどういうところは行ったことあるの、滑りやすいところとか、ニュルニュルしてる、そうですね、ニュルニュルしてるところね、はい、あれはいいですね、トルコ風呂みたいなね、はい、ところがね大好きだと、大好きですね、はい、4コマぐらい滑っちゃうとね、いいですね4コマぐらい滑っちゃう奥さん見てますか、大丈夫ですか、壊れます、家庭が壊れる、パイ投げって30杯のメダルを全力で勘弁してくださいよ、血だらけになるじゃないですか、それ面白いそれ面白い、25杯でもじゃないですか全力で投げる、取り込むのはあらわら、想定にパイ投げつけてと、あ、これ第2やめてください、明日打てなくなっちゃうからランカちゃんの、灰投げでお願いします、あ、ランカちゃん、ランカちゃんね今日いないの、ランカちゃんもしかしたら今日来てくれるかもみたいな話は聞きましたけども、あ、もしかしたらです、もしかしたらですね、はい、はい、トルコブロワラワラ、別ってこと、鉄拳の話ばっかりで申し訳ないんですけど、うん、サードが出るってことはデビルバージョンは出るんですかね、あ、可能性ありますね、あ、可能性はある、はい、あると思います、はい、別ってことかな、あっちゃんスローの説明ありがとうございます、今度スロット打ってみます、あ、ぜひ打ってみてください、モンハンとか、北斗も目押しできなくても平気ですかと、大丈夫ですよね、はい、多分大丈夫です、目押しできなくても多分大丈夫ですね、ちょっとだけ損しちゃうと思いますけども、はい、はい、とりあえず誰か当てようよと、あ、みんな通常時ですね、はい、今ただ僕中段チェリーは引きました、あ、強チェリー、竹山は中段チェリー、あ、はい、なんか眼鏡かけてたじゃないですか今、はい、スイカ、はい、ローソンかっこローションかと、あ、まあ、それは大きいですね、
とりあえず誰か教えてね、ミノモンタ、奥さん聞いた？お宅の旦那さんちょっと怪しいよ。お昼にやってたやつだ。さあ、オギーの台もちょっと騒がしい。騒がしいですね。はい。でチェリー効果が来ましたね。はい。BMAX っていう台じゃなければ何でも大丈夫だろうねと。あ、BMAX はちょっと目押しできないと、厳しい台なんで、目押しができない方はちょっと BMAX はもうちょっと慣れてからね、打っていただければと思います。はい。パイ投げよりもお二人の暴露トークが聞きたいですと。お二人？4人いるけど、まあこれは店長の暴露トークがいいかな、一番ね、やっぱり。目指すか？店長の暴露トークなんか聞きたいと。暴露トーク、ええ、あ、俺自身の、はい、あ、当たりました、暴露トーク、はい、あ、崎山大当たりしました、はい、暴露トーク、あー結構あるんですけど、でもちょっと言えないのばっかりだよ。言えない。放送じゃ言えない言えないのばっかりだよ。ラグランジチャンス。さあ、あ、おっと、店長もチャンス来てますか。勝烈山。わあ。ああ、だね。復活はあるかな。あ、おお。はい、ということで、ビッグゴロー店長も、来ました。はい、ということで、2人、これで、DJ 崎山と店長が大当たりです。はい、さあ崎山頑張って、お、なに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 、大丈夫、多分なんか継続確定とかなんですかね。あー、なるほどね、バトルに行くタイミングで、はい、さあ、あ、これ犬のやつパチンコの演出だったよね。あ、なんかありましたね。そう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 、ワールドカップ日本かなり厳しくなっちゃったねと。あ、引き分けだもんね昨日ね。もっと頑張ってほしかったけどね。店長に質問です、はい、キコーナの社長は、はい、鉄のカツラをつけてるっていう噂がありますか。本当ですかと。いや、大丈夫です、大丈夫です、そういうわけじゃないです、はい、でもキコーナーのホームページありますから、ぜひ社長さんも顔出てますからね、はい、見てください、はいはい、さあ、やさか、これを倒せば、激闘ランプいきますよ。立ち上がるか、どうだ、やさか、やりました、激闘ランプゲット、さあ、秋山大当たり、いきました、さあ一番最初に、激闘ランプインチャンハイに入ったのは、DJ 崎山、はい、はい、頑張ります、はい、頑張ってください。さあ、この流れでね、店長も行きたいですね、はい、はい、横浜済みなんで初めて、スロー打つときはキコーナー行きます。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひ遊びに来てください。分からないときは店員さんに聞いても迷惑じゃないですかと。迷惑じゃないですよ、全然迷惑じゃない、どんどん聞いてください、はい、どんどん遠慮なく、はい、はい、ということで30ゲーム、はい、40ゲーム、どこまで伸びるかな、はい、40ゲームゲット、はい、からが、激闘ランプですね、はい、はい、まあ、横浜でしたらね、まあ、戸塚とかありますしね、はい、はい、ぜひ行ってみてください。まあ、蒲田も横浜だったら近いんじゃないですか。近いですね。ね、蒲田店でもいいですよ。そしたらね、今この番組に出てるね、ビッグゴロー店長、オギー、はい、崎山、結構いますから、はい、番組出てるあの店員さんがいっぱいいるんでね、はい、もう気軽に本当に話しかけていただければと思いますね。はい、激闘ランプ入ったらどうなるんですかと。まあ、上乗せ、特化っていうか、まあ、増えるの早いでしょ。はい、そういえば年末年始一番台で、ガロ10万発出たんですかと。どう、覚えてない、覚えてないですね、すいません、はい、すいません。さあ、この激闘ランプが抜けてもですね、その後また宿命の時に戻りますんで、そちらはですね、また継続率で、ループしていくっていう感じになるんでね、はい、この間はですね、ゲーム数も上乗せとかをね、抽選してますんで、激闘ランプ中はもう上乗せゲーム数にも期待できますし、まあ、増えるのがやっぱ早いですね、はい、
また負けました。あー店長また100枚まだない、これは厳しい。さあオギーはハマってますけれども大丈夫ですか。大丈夫じゃないですよ。おちょっとオギーチャンスかな。ちょっとカメラ移動しましょうか。矢坂がはい、オギーがちょっと今タイトル出ましたね。タイトルというか矢坂が出てきた。はいはい、さあ崎山見せてね。はいはい、なんか煽りが入ってます。なんかあ煽り入ってる。決まりました。何か全く分かんないですから。はい、刮目ということで、ここで、レア役ガンガン引いてください。あー、はい、レア役を引けばいいってこと。はい、了解です。今赤くなってたねリール。なんか何なんほら、あほんまそれチェリー狙うんじゃない。あそういうことか。いや分かんないけど、なんか中段チェリーとかの確率上がってんじゃないのこれ多分。スイカ引きました。はい、あはい、スイカから中段チェリー、はい、これで演出に発展してですね、勝てば、上乗せすると。わーはーい、分かりました。蒲田まで電車で1本なんで蒲田店行きます。その時はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。待ってますよ。はい、あれ気候内の特別サイト新しくなった、前と違って見にくくなってるんだけどと。本当ですか。あ勝ったじゃん。勝ちました。はい崎山勝った。これで上乗せ勝ったよってことです。はい、よしやりますね。わ楽しいですこれ。楽しい。はい100列連打かなこれ多分。はいはい、これでまたゲーム数が乗っていくというシステムですね。DJ、DJ、打ち替えようか。いや、大丈夫、大丈夫。さあ、30、40。40ゲームですね、はい。激動ラム中はこういう風にゲーム数の上乗せもありまして、宿命の時の時はね、ないんじゃないかな、ゲーム数の上乗せ。はい。おお、かっこいい、緑。緑。はい。来るかな。はい、そして中段チェリーからの発展。超大変。さあ、あなんか右の竜が加えました。はい、なんかね左の竜が出ると確定とかなんか、ね、あそうなんですね、まあこれいきそうだね。はい、きました。いや見せるね。さすが最終回スペシャル。頑張ります、まあ、主役は俺だと言わんばかりだね今日は。2時間で満杯なんだよ。はい、はい、ということで上乗せ100列、はい、米がないどうした。1時になったらワールドカップ見てもいいですか。こっちとね2窓でお願いしますよ。2窓でね、はい、20ゲームですね。20です。はいはい、来ました。さあまた勝てるかな。よし、ここ3回連続勝ったら強いよ。はい、あ本当だ、コメねえと。あコメントが少ないってことか。じゃあ皆さんどんどん書いてくださいよ。書いてください。はい、さあいきます。あ負けました。ここからはダメ。はい、はい、これで戻るってことなんです。はい、はい、日本終わったねと。ああ当たりました。あなんとビッグゴロ店長大当たりしました。はい、はい、ということで初当たり何回目ですか。4回目の初当たりですね。ビッグゴロ店長初当たりの質はいいけどちょっとなかなかね枚数が伸びてこないというところですね。はい、3回目ならず勝てませんでしたね。まあ、こうなってくると崎山の台みたいになるとやっぱ面白い。楽しいですこれ。楽しい。実際ホールでも打ってみたい。これは打ちます僕。あ打つ。はい、あじゃあ結構やっぱ人気出るかもしれないね、もしかしたら。終わってない。蒼天今後、流行るかなと。カマキコで頼むよと。頑張りますよ。はい、和子こんばんは。スペーダンディ終わったから来た。 ありがとうございます。スペーダンディだって蒲田店はコメント書いても時給出ないんでしょと。横須賀は出すって言ってるけど未だに振り込まれてないですよと。ガンガン書いてくださいよ本当に。全部拾いますよ私が。スペースダンディなんと。ありがとうございます。みんな想定の配信に飽きちゃったんじゃないかと。
あとはね、ワールドカップの時期っていうのもあるんでね、今ね、はい、結構ワールドカップ見てる人多いんじゃないですかね、この時期は。はい、さあ滝山は残り何ゲーム？僕残り41ゲームあります。はい、まあ、この間はね、ちょっと安心して打ってられるよね。さあ店長はここで継続しないとまた100枚で終わってしまうんじゃないですか、うん、はい、ね、大丈夫。はい、さあオギーは？はい、もう10回ぐらい引いてますよ。え、何を何を？初当たり、 嘘つけよ、本当に一回も引いてないじゃないか、オギー。もうちょっとで天井だ。オギーはもうちょっとで天井、あと200ぐらいです。あと200ぐらいでオギーは天井行きますね。はい、はい、眠いです、頑張って、あと1時間ね。装填設定入れた通りに出ますかねと。はい、どうですか店長。まあ出ると思います。ああ、設定通りにね。はい、じゃあ高設定は結構素直に出てくれるということですね。はい、コーナーもワールドカップ便乗企画とかやってるの？ユニフォームをどっかの頭を開いてる店長みたいに着てるとか。あ、これ水曜日の店長ね。はいはい、でもワールドカップに便乗みたいなのは何かあるんですか？応援は、はい、あ、応援はしてる。はい、その一応何日みたいな、はい、あと何日みたいなはやらせてもらってます。ああ、なるほど、今日試合だよみたいな、はい、お、やりました、頑張れみたいな、やりました。あ、店長、はいはい、はい、ということで店長も、はい、激闘ラムインシャンハイ、はい、じゃあ行きますね。これね、あのバトルの大体 20% って言われてますんでね、ガンガン入れてください。はい、はい、天井は何ゲームですか？777ゲームです、ペナ、よし、ペナしよう、ダメダメ、想定の継続率最低 70% 書いてあるけど、マジで単発終わり多すぎるんだがと。あ、確かに多い、ね、うん、確かに多い気はする。はい、40ゲームですね。はい、はい、さあ酒も残り10ゲームで終わってしまう。これ終わったらまた宿命の時に戻りますね。で、また対決に勝てればまた、激闘ランプに戻るというシステムですね。はい、確かに単発で終わるのはよく見るね。あ、さあ追加、はい、追加、演出発展はあるかな。発目あと3ゲームです。はい、これで来ないと、お、あー、あ、厳しい、残り2ゲーム、ラストですね。これで終わると、宿命の時に戻ると。はい、とりあえず386枚です。はい、はい、はい、頑張ります。店長に聞きたいことあるんだけど、はい、今の時期にガロファイナル増大する店舗あるんだけど、狙いは何だと思いますかと。あ、多分ガロが今まだ盛り上がってきてる感じなんで。あ、まあね、この夏に新しいガロが出るのとかけて、はい、ガロで、この時期からもう盛り上げていこうという戦略じゃないかと。いいお店じゃないですかね、いろいろ考えてる。あ、いろいろ考えてくれてるいいお店だと思う。はい、だと思います。あ、なるほど、はい、なるほど。この台事故るときはどんな感じなんですかねと。まあ、あれじゃないですか、ね、でっかく乗せないと、天寿の儀とかでずっとループループループってこうゲーム数乗っけていくと結構事故るよね、この台。あ、崎山やばいよ。あ、勝利期待度2、勝ちます。はい、そう、どうだ。あ、ちょっとカメラ切り取ったね、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、はい、ごめんなさい、大丈夫です。はい、あ、なんか掴んでますよ。あー、でもやばいっすね。やばそう、やばそうっすね。はい、さあ蹴り、蹴り、よけるか。あーと、食らった。いいお店なのね、よかった。じゃあ気候難に行かなくてもいいってこと。ダメダメダメ、そこは違うよ。気候難はもっといいお店だから大丈夫だよ。はい、装填満枚出ましたかってことなんですけど、8000枚ぐらいって言ってますね、最高。はい、穴子1万8000枚出たのかと。
出たんですか。そうなんですよ、今日。今日、はい、今日、はい、ゴッド4回でしたっけ。ゴッド4回引いてる台、はい、あ、すごいね、はい、1万8000枚羨ましいわ。羨ましいです。4回ですからね、はい、あ、先山終わって464枚ですね、はい、はい、いやーすごいね、1万8000枚は。すごいですね。過去に2万枚は出てます、ハーデスは。2万枚あったから、ハーデスあったんじゃないですか。なかったでしたっけ。ない、ある、どっち、どあるかもしれない。あった気がします。あった気がする、はいはい、あーやっぱ2万枚出ますよね、あの台はね。出ますね。オーラ昇格チャンスですね、はい、これはですね3連目と7連目に、来る、あ、 3とか7がつく、時に来て、オーラの色でね、これ上がれば上がるほど、バトル勝利が、高まると。でレア役を引いてもこのオーラの色が上がっていくというような、ね、はい、システムになってますね、はい。先週の生意気のやつ、名前なんだっけ、はい、え、誰ですかそれ。わかんないとんがりです。キコーナーは森口が熱いと。おー、ね、森口店ね、激熱じゃないですか、森口店ね、うん、もう結構お客様いっぱいいるっていうね、話聞きますからね、ぜひあのお近くだったら遊びに行ってください。370だったんです。 ありがとうございます。バトルが3連、7連、10連とか、そういう区切り、例えば13連目、17連目とかね、そういう時に、オーラ昇格チャンスがあってると、あると。そういう時は、その激闘ランプに入る確率が高まっていくというシステムですね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。昨日も言ってたけど、この夏の最新台で期待している台は何かありますか。この夏はやっぱガローじゃないですか。ガロー、はい、あー、ガロー金色になるですね、はい、はい。オギーはこの夏、はい、いやちょっと先に伸びてしまった番長に期待したいんですけど。あ、番長3もようやく通過しましたね。通過しましたね、はい、ようやく検定通過したんで、多分秋じゃないですか、はい、出てくるのは。あ、崎山は僕もガロなんですよね。あ、ガロ、はい、あれは本当にいいみたいですね。あ、リングはどうですかと。あ、リングやっぱガロ見た後リングみたいであんまり、あ、ガロ打った後だとちょっとなと。多分、僕はガロですね。あ、ビッグゴロ店長の中ではもうガロが良かったと。まあリングも悪くないけど、うん、ガロとどうしても発売時期が被ってくるから、まあガロの方が良かったかなと。サラリーマン番長はと、まあまだ見てないですね。まだ見てないですね。はい。もう一つ聞きたいんだけど、やっぱりガロー新作出たらファイナルは総入れ替えになるんですかね。いや、ファイナル好きの方もいると思うんで、ちょっと残すと思います。はい、まだ残ってくると、はい、はい。コウガ、ガロが好きだからな、いないと悲しくなると。あ、うん、コウガがね、はい。サラキン番長、違う違う違う、そういえば夏といえばあれですね、パチンコの AKB も、AKB、はい、発売されますけども、店長あれは見ましたか。あ、まあ、見に行ったんですけども、はい、もう少し、もう少しポロリがあってもよかった、ポロリがあってもよかった、はい、本当ですか。もう少しひねりがあってもよかったかなと、はい。前作とそんなにね、あのスペックとかも変わらないみたいですからね。みたいですね、はい。負けちゃいました。負けちゃいました。はい。あ、大丈夫です。あ、復活です。はい。そして崎山も、行きましたね。はい、2回目発売しました。はい、スロットのバラエティ充実してくれよというコメントしてます。あ、これからどんどん充実させます。あ、これから充実させる予定があると、はい、はい、いうことなんでね。お楽しみに。お楽しみにご期待の上。はい。はい、玉木子は、イベントの日とかありますか。例えば MD の3月9日とかみたいにってことなんですけど、この辺はね、今イベント規制でね、こう、こういうのができなくなっちゃってるんでね、ぜひね、遊びにね、来ていただいた時にね、こう、見極めてもらえればいいかなと、まあ、直接聞いてもらえれば僕に、はい、そうですね、はい、ごにょごにょって言います。はい、ヤジキタ、ボスがあれば、ヤジキタも出ますね。ヤジキタ出ますね、ユニバーサルから。はい、ワコツです、こんばんは。こんばんは。はい、お頼み、頼みます。スロー A タイプをもっと大事に使ってほしいと。はい、頑張ります。はい、ヤジキタ夏いなと。そうですね、私もあの PV というか、あの YouTube のあれで見ましたけど、なんかゴッドをパクったような ね、 うね、このやつでね、面白そうです。なんか、はい、
さあ店長は厳しい、ちょっとどうかね、ええ、うわあやられた、やられました、はい。さあ復活はナイス、433も結構取れましたね今回は、はい。グッド図柄本当に搭載するのかなと、どうなんですかね、わかんないですけど台見てないんで。さあ崎山、はい、どうですか。いやーなかなかでもやっぱいいっすね、バトルっていうのは。ああ、ね、やっぱ面白い、はい。北斗、北斗、北斗、北斗って感じする、はい、まあ、友達とかと打ちに行ったら絶対楽しいと思う。あーあーこれはピンチかな、はい、2セット目にしたいですね。グッドグッドグッド、キコーナ好きでいいだけどさと、最近装填だけはドクリングに負けてるよと、ああ毎日もお前出てるよと、あ、これはもうこれを聞いたらもう頑張っちゃいますよ、頑張っちゃいますよ、頑張った頑張るよマジで、っちゃうよ、負けてらんないですよ他の店舗さんね、頑張りますんでね、遊びに来てください。今年の夏の、主な寝台は何ですかと、夏は、パチンコで言えばガロー、ガロー、リング、リング、AKB、AKB、あこの辺じゃないですか、はい、はい、大きいところで言うとね、スロットだとやっぱ鉄拳かな、はい、今のところはね、はい、はい、そうだぞ、羽も毎日まんまに出てるぞ、勉強、あそうなんだ、頑張りますよ、はい、頑張ります、はい。さあオーラ昇格チャンス、青、青、はい、まあ、こうやってねコメントいただければね、はい、本当にお客様の声だと思って、はい、真摯に受け止めて頑張りますんでね、はい、マジで頑張れと、はい、頑張ります、はい、はい、やっぱねこういう風に直接ね店長とかにこの声が届くっていうのがね、はい、まあ、この生放送のいいところだと思いますので、皆さんの本当にご要望とかご意見とかね、ぜひどしどし書き込んでいただければね、私が代弁して伝えますんでね、はい、その代わりあの言えることと言えないことっていうのはね、はい、やっぱありますので、その辺はね、はい、ちょっとごめんなさいという感じですね、はい。鉄拳楽しみだな、鉄拳は7月7日導入ですかとの予定です、はい、はい。朝の抽選は何時からですかと、ちょっと日によって変わるんですけども、はい、基本9時半です、はい、はい。生放送面白いよね、ありがとうございます、ありがとうございます。明日期待していいですかと、いいですよ、もう毎日期待してくださいよ、はい、はい。さあ崎山、これはいけそうだよね、超大円はいけるよ、そこは楽勝だよ。たまにねこう八坂とかに負けるとね、って思う。さあ立てるか、あーあやられた、復活は、あーなかったです、残念、まあ、あの激闘乱舞行ってたんでね、570枚と、はい、はい。今回はもうぶっちぎりじゃないですか崎山、もうこれは、はい、パイはなしで、うん、回避ですねこれは、はい。ということで開始1時間が経過しましたよ皆さん、はい、残り1時間でーす、はい。ホール運営も難しいかもしれないけど、この先の行方は店長のセンスだぞと、はい、はい、頑張ります、ありがとうございます、はい。想定より店の話になっちゃうね、そうですね、想定の話しましょうよ皆さんね、はい。オギー、はい、生きてる、生きてますよ大丈夫、当たり欲しいな全然引けてないじゃん、引けてないですね、あと50ゲームでなんか来そう、あと50ゲームでなんか来そうなんか来そうです、本当、はい、今全長入ってます、あ全長入ってる、あーちょっとねカメラ寄れるかな、あと50ゲーム間の現状、カメラちょっと寄ってみようかなと思ってねオギーの台ね、こっちこの辺かな、ちょっと待ってね、ここね寄れるかな、ここ見えるかな、ここねちょっとぼやけてるね、ちょっとねほら見えるかな、みんなこれでオギーがどんだけハマっているかが皆さん見えますか、やめてー画面の右側、オギー何をやっているんですかあなたはあなたは何をしに来てるんですか本当に、おジャズちょっと待って、おなんか赤いよ、ちょっと待ってね、カメラ位置に変える、はいはいすごいすごいすごいまあもうここまで行ったら777まで行ってほしいですけどね、どうせだったら、そこでやっちゃうのが私なんですよね、そうだよね、731わらわら、驚異の新人ベンゾーさんはいつ登場するんですかと、
おいるんですか、弁当さん。あー、なるほど、うん、ほら、恥ずかしいところが映っちゃってるよ、オギそういうの好きです。いいそれ、それいいそれ頑張れ。今回の想定のダメなところって昇格チェリーだと思うんだよね。この辺は多分好き嫌い分かれるね。あ、お、予言ごとかなと。一人当たってない、本当だよ。転生は牛乳入ってたのに今回はオルナミン C っていう、わらわら、あ、黄色いもんね、うん、はい。ビバドンあったところに置いたのかなと。そうです、はい。最低継続率回避、あ、天井行ったらね、そうですね。これって前代すべ、全部6ですかと。ご想像にお任せいたします。天井は、最低継続率 70% が選ばれないっていう得点のみだね。そうだね。オギーは最近プライベートは調子いいはずなのになと。そうなん、いや、そんなことないんすよ。え、プライベート勝ってんの。プライベートは穴子を打ったんすよ。はい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 。で、そしたら、うん、全部犬だったんですけど、うん、結構連チャンしたんすよね。あー、で、何枚出たの。いや、1600枚で, でも犬だけでね、そんだけ頑張ればすごいんじゃない。当たりました。おお、緑、あ、店長当たった。はい、緑、はい、はい。じゃあカメラ変えまーす。はーい、あれあれ、え、あ、オギー、オギーはね、もう使ったの分かってるからね、取っといてるよ、はい、大丈夫だよ。ありがとうございます。はい、オギーはね、もうすぐ天井です。違います。はい、画面向かって左側がビッグゴロ店長、右側がオギーの台です。はい、ほら、自分で、ね、今何ゲームか言ってみな、ほら今何ゲームなんだいと。764です。764、もうちょっとだ。ミリオンドッグ、ちょっと M っ気な頃だいやー、こんなことがあるんですね、実際ね。いやー、でもまあ見たことない方多いんじゃないですか、天井ね。こっか、設定6で天井行っちゃうんですか、おお、ド M やないか。明日というか今日の朝一の新幹線で福岡から貴重な蒲田向かいますぜと。おお、取れてる。マジですか。ぜひ来た、福岡から来たんだよって教えてくださいね。そうですね、来た際には、ね、はい、精一杯のおもてなしさせていただきますね。はい、そっか、明日土曜日か、はい、そうかそうか、来てください遊びに。漫画の想定の件は読んだことありますかと。読んだことある人いますか。私やります。あ、オギーはある。はい、手帳はない。僕ない。はい、竹山もない。僕ちょろっとする。ちょろっと、はい。どうでした。いや、玉霊がいいな。あ、玉霊がいいなって、はい、そればっかり、はい、漫画の想定面白いよと、うん、面白いですね、はい、面白い。アナゴとどっちが夢見れる台ですか。アナゴです。ニコニコ配信で天井結構見るよ。あ、ほんと。天井到達。今何ゲーム。今783です、ね、783。これあれじゃないの、打ち替えたからダメなんじゃないの。いや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 、32ゲームを経由するか。うん、ゼロから始まった。はい、ゼロからですよ。ああ、じゃあ全長あるんだこれ、はい、32ゲーム。ああ、全長あるんだね。なるほどなるほど。はい、天井、777ゲーム超えましたね。わらわらわら、なんかこういう時に限ってレア攻略とか嬉しいな。もうね、でもこっからね、ずっと、ラストまで出続ければトップも狙えるかもしれませんのでね、頑張ってください。はーい、オーラの色に期待だねと。レインボーとか見たいね。見たいですね。じゃあレインボー出たら俺にパイ投げしていいよ。あ、よーし、よーし、レインボー出たら俺にパイ投げしていいよ今日、うん、赤も、赤はダメ赤はダメだよ、出そうだもん。赤は出ちゃうよね。出なかったら笑う。でもね、オギーのことだからきっとね、黄色とかだよ、どうせ。いや、黄色、みたいな。期待してください。微妙だな、みたいな、うん、期待しててください。パイ投げって、おパイの方から違いますよ。はい、さあ、あれ、終わりました。あー、終わりましたね。緑だったのに、あっさり。はい、今日継続率がやっぱあんま伸びない感じですね。うん、オギー宿命で9連させて128で当てて上海行こうぜと。よし、はい、頑張って行きます。そっか、じゃあ実質800超えるんだね、この台ね、うん、あー、なるほどなるほど。皆さん777でね、
来ると思って、うん、お財布の残りの1000円やったら届かなかったとかね、ありえますんでね、天井は、777プラス32ゲームというところね、頭に入れておいてくださいね。はい、よし、俺も花々コーナーでメダル借りて圧力見かけたら後ろから投げつけるね。やめてください、30杯でかいからね、やめて。本当にこれ白オーラですか、うん、ボタン押したりしたら何かあったりしないの、ないの、ないの、何もないですよ、ないね。はい、お疲れ様です。はい、オギーは白オーラでも最低継続率ではないと、はい、いや持ってないね今日はオギー。いや、いつもですよさあ、これが、本日初めての AT ですね、オギーは。そうですね、はい、あ、超楽しい、あ、見せてくれよと長州オーランブみたいなオギー、白わらわら、まあ、白でもね最低はないですから。これ 70% の上って75ですかね、どうなんでしょうね。どうなんすかね、うん、おっ、さあ、八坂来ました。この人に全然負けちゃうんですか。負けますね、たまに。でもまあ結構勝ってますよ八坂、大丈夫だよ、オールなんか気合でねじ伏せればいいんだよ。間違いないですね、間違いない、間違いない。スローライター、呼び方、費用対効果ってあるんですかと。ライター呼ぶのって費用対効果ありますかってことなんですけど、どうですか。あ、結構呼ぶとそれなりに稼働上がりますんで。ああ、ありますね、はい、結構あると、はい。他のニコ生よりリスナーとの、親近感があっていいですね。あ、本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます。ここからオギーさんの天寿の儀でしょと。天寿見たいな、オギー、天寿見たいな。よし、任せとけ頑張ります、はい。さあ、店長もちょっとチャンスです。ああ、今そうですね、はい、リリカ、店長に質問、はい、ダイパンについて正直どう思いますかと。ダイパン、うん、やっぱ他のお客さんが嫌な思いしちゃうんで。ああ、周りのお客さんが迷惑になるからやめてほしいと、はいはい、気持ちは分かんなくはないんですよね。ああ、そうですね、やっぱ負けたらね、たまにパネルこうバカーンって、やりたくなるね、はい、気持ちはありますからね、はい、たまにやっちゃう自分もいるんだよやめてください、はいはい、やめてくださいとね、はいはい、お、お、中段ジェリー、はい、オギー2択、2択っすね、うん、こういうのあるんですね、うん、まず上海行こうぜ。そうですね、よーし、ですよね。総流天ら、頼む、本当横でやられると迷惑だと、うん、あ、僕ダイパンよりくわえタバコの方が嫌です。あ、くわえタバコ嫌だ、はい、私あの強打が嫌ですね、あのレバー強打の人とかすごい嫌ですね、隣で。上乗せ特化の時は勘弁してやってもらえないですか。あ、そこはね、まあ、しょうがないですね、はい、うん、本当に横でやられると迷惑だよね、うん、まあそれも自分の引きがクソだからなと笑う。あれ、まあ、オギー、まあ、でも八坂だから大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。店長、モーパイは儲かってますか。あれ、え、なんですか、モーパイ。はい、モーパイ全然あれ取れないです。あ、全然取れない、取れない、あ、うん、あ、さあ、オギー3年目来ました。オーラ昇格チャンスですね。あ、じゃあモーパイはちょっと甘めですか。甘いですよ。あ、じゃあ打った方がいい感じだと、はい、はい、さあ、あ、黄色、黄色、頑張れ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 、黄色、おお、無理、赤まで行くかな。赤まで行ったらパイ投げ、頑張ってください。ああ、緑でも、緑でも全然チャンスですよ、はい、中押しチャンス、はい、ダイパンしたいならガロの、進撃アタックガンガンやればいいんだよ、ね、あれはこうでしょ、ね、あれ、お、当たりました、はい、店長も当たった、はい、お当たり、加えタバコは言ってよしと。あ、そうですね、この前横でパチ打ってる、客、どう、ドル箱でボタンプッシュ思いっきりぶったたいてて迷惑だった。あ、それは迷惑迷惑、ね、連打が激しすぎる人も嫌だなと。俺は隣で圧力ライター使われるのが嫌だ、やめてやめてよ本当に、こっちの木まで持っていかれるやめてやめてよ本当に。あ、竜総武がいる。お、総武はいいですよ。来るか。ああ、ちょっとあえ、うわ、はい、
さあ、滝山も今チャンス入ってますね。そうなんですよ、はい、今広角入ってます。はい、広角入ってますね、チェリー広角で、店長闘技は AT 中、宿命の時ですね。はい、はい、さあ、ボギーがこれでね、どこまで伸びるかによって今日の対決は変わってくるんじゃないですか。はい、あ、お、デカプッシュ、デカプッシュ、よいしょ、はい、来たー、あ、ブルブルしてる、はい、百裂脚。さあ、これで激闘ラブ行くかな、アオギ。倒したら行くんですね。はい、倒したら行きます。はい、行きました。よし、いいよ、アオギ。そうそう、こうやってね、こうやって出せばいいんだよ、こうやって。さあ、何ゲーム乗せるかな、アオギは。初期2セット確定なんですか。そうです。友人がホールで寝て、船こいで台に頭突きかましてたことあったな。船こいで、わかんない。さあ、オギー投げム。まあ、私の予想は40ゲームですね。私も自分で40ゲームだと思います。さあ、30 40、おお、50、お、頑張る頑張る。ああ、50でした。はい、あ、滝山も大当たりしましたね。はい、当たりました。全員 AT に突入しております。はい、どうやったらそんな簡単に弾けるんですか。え、簡単ですよ。簡単っす、簡単です。うわー、 DJ に言われるとムカつきます。オギーさん、簡単です。うわめっちゃ簡単っすね。早くどっか行けよ。うわー、行っちゃえよ。泣きますよ。あるの、あるみたいですね。俺は圧力が日本にいるの嫌だ。やめてって思う。すごいからね。やめて。隣の客、足蹴りでボタンプッシュには笑った。足長いっすね。足蹴り、さあ、さあ、これでいい勝負になってきましたよ、今日の対決。はい、本日は、想定の件数で出玉バトルとなっております。ただいまトップを行っているのは DJ 崎山ですかね、そして店長、はい、そしてオギーという順番ですね。はい、はい、これアンディフィがね、オギー白7揃えればまくれるよと。よし、頑張って頑張ります。はい、かかと落とし、あー、アンディフィ、池袋の城でミリオンコートのスピーカーから針金突っ込んで島の電源落ちたのは見たことあるよ。悪いことしてたんじゃないのこれ。大丈夫。さあ、滝山もね、チャンスですね。はい、今日大変大変です。はい、さあ、店長は終わってます。終わりましたね。はい、ということで滝山の台にカメラは移動します。はい、さあ、どうだ、ちょっとまずいかもしれないです。まずい、大丈夫大丈夫。さっきもでも超大変に負けてるんで。オギー頑張れ、白オーラなんかねじ伏せろ。嬉しいですね、応援。はい、お、よし、はい、勝目来ました。あ、いいな。これ、ここでレア役。はい、お、いいよ。あー、ちょっと弱いかな。厳しいですね。はい、順当何枚ですか。 2.7 枚です。この前隣で天寿で400乗せて、その後100列チャンスからプラス200見せつけられたと。これはすごいね。関西なまりだ。迷惑なお客さんがいるときって店員さんとかに相談した方がいいんでしょうか。お、あ、あの、言っていただければ お、はい、お願いするんで。はい、言ってください、はい、ということで大きい勝利ですね、これは。い、はい、これどうなんですか。これで上乗せです。はい、100列か。はい、100列来ました。はい、で、ゲームするのは、お、200があった。200あった。200がありましたよ。お、一番最後まで行けば200ゲーム乗るけど、さあ、どこまで行くかな。頑張れ頑張れ。あ、はい、40ゲーム。いや、いいね、大きい。いいですね。いいよいいよいいよ。うん、滝山、声張って。はい、すいません、はい、頑張ります。悪いことをしている人いたら教えた方がいいんですかと。はい、はい、教えてください。オギー20 2D ムービーが見たいなと。あ、見たい。ここから頑張れオギーと。頑張ってるよオギー。頑張ってます。はい、ここ入ると面白いですね。うん、面白いっす。
じゃあ俺も圧力が隣でハーデス打ってたら隣の人今年で有名ですよって言います。やめてやめてくれ本当に。めっちゃ臭い客はどう対応すればいいですかねと。あーそこ難しいんですよ ね、 難しいですね。夏場はね、結構汗臭い方多いですからね。あまあどうしようもないな、そこは難しいかな。ちょっとはい、オギー上乗せ来ました。100列100列ばっかっすね。はい、めっちゃ臭い客の対応はどうすればいいですか。あ、難しいですよね。はい、実際そういうのをお客さんから来たとかはありましたか。まあ、あったことあるんですけど、ちょっとお客さんにそのお声掛けする内容がちょっと難しいですね。そうですね、この辺はちょっと多分難しいところなんでね。まあ店員さんでもねいますね。本当にホール忙しくて汗かいたりしてるとね、匂いがちょっと出ちゃう人もいますんでね。そういう人はやっぱり中からね、店長から言ったりとかもできますけれどもね、お客さんとなるとなかなか厳しいところがありますよね。一応崎山主任には後ろからファブリーズをかけろと。あーそうですね、崎山主任はね、ちょっとね、そうですね、匂うんでね、汗の量が半端じゃないんで。あ、そんなに汗っかきなんですか。あーなるほどなるほど、はい。ビッグフォローが、景品のシーブリーズを頭からぶっかけてあげればいいと思うよ。シーブリーズ、100列以外は何があるんですかと。なんかピンク色のやつとなんかあったね。修法ラブかな。あ、じゃあ装填、なんか玉霊のやつ、上乗せのやつがあるね。あと超修法ラブもあるんだよ。たまに魚の匂いする人いるよね。魚、まあ市場で働いた後なんじゃないの。店員さん、清原が悪いことしてるかもです。本当ですか清原。あれですね、薬系のネタですね、これね、多分ね。生乾きみたいなのもあるよね、あるある、ショーランブ配用、今日試合の時レインボー背景で350枚出てビビった。おおすごいじゃん。当店汗臭くしてもいいですかと。いいですよ、今日お風呂入ってから俺。パチ屋で恐喝に会ったことがあるんですが、どうすればよかったのでしょうか。警察で通報ですね。はい、あ、すぐに。臭い店員はどうすればいいですか。お言っていただければ、はい、指導します。はい、はい、これいいチャンス。うわ、チャンスですか。揃えて揃えて、頼むから揃えて。いやー、持ってない、持ってないですね。シーホーランブと天地の木。あ、そうだ、今回の台勝ちやすい台ですねと。どうですか。いや、はい、いいっすよ、上海入りました。あ、崎山も上海行った。はい、設定6ですかと。でもそのね、ご想像にお任せしますけどね、番組ですからね、皆さんこれ番組ですよ。はい、マグロ屋は独特の油の匂いするよねと。振動術、チャンスまだですか。大違うよ。あれ先週崎山痛風って言ってたけど、良くなったのかなと。あれそういうのやめたんすか。もうバラされたんすか。どうもない。キコーナの店員さんはスタップ細胞がないって言えば探してくれますか。はい、冷蔵庫にあります。はい、大丈夫ですよ。はい、頑張れ、それはない。勝ちやすいとかまだそれはないなと。まあ辛い台だと思いますってさっきも店長さん言ってましたんでね。はい、さあオギーは残り何ゲーム。残り34ですね。はい、さあ崎山は40ゲーム。はい、これ50台とか増大するところありそうだよねと。どうですか。いや、ないんじゃないですか。ちょっとないかなと、あんまりないんじゃないかなと思いますけどね。この台あらりいくらですか。言えません。激闘ランプの突入時にビタ押ししてみてください。あ、じゃあ次誰か入ったら白7ビタ押ししてください。どこに狙ったらいいですか。そこのリールじゃない。ああ、あの狙えて出てるところじゃない。あ、そこをビタするの。はい、この台激闘入らないと500枚いかねえから、辛抱する台だな。そうなんです。来週末行くのでそこまで盛り上がっててくれと。はい、はい、頑張りますよ。はい、はい、
マイホの敷地にラーメン屋あるんだけど、すりニンニクをおつまみ代わりにかじり食いしてる人初めて見た。ラーメンに入れるならわかるが、まあ、食べ方はいろいろですからね、はいはいはい。さあ、オギー終わっちゃいそうだね。終わっちゃいそうですね。はい、オギー超百列拳見たいな。見たいですよ。あ、漢字読めない。真の勝ち組はホールに勝つ配信だけ見るんだよと。いやいや、実際行って楽しんでくださいよ、面白いから。これも違法サブ基盤つけてるんですか。つけてないですよ。俺超百列で50だった。お、少ないね、50。さあ、オギーは残り8ゲーム、ザキヤマも15ゲームだね。15っすね。はい、何かの煽りが入ってますね。煽り？何も引いてないんですけど。はい、発展です。サッカーと同時に見てるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。最近導入して失敗だった台はありますか。緑丼。緑丼。圧力はホールで装填打ったで、いくら負けた。まだ私打ってないんですよ。まあ今週はちょっと打てないんで、来週どうかなぐらいですね。はい、わらわら。先ほどこれチャンスですね。レア君降格ですよ。そしてオギーは勝つもく。さあ、ここでレア君2人とも引いてください。わあ、中段チェリーからの演出発展。いかない、いかないっすね。ラグランゲみたいに、やっぱり高設定は勝つもく入りまくるね。あ、来ました中段チェリー。はい、ああちょっと弱いかな。はい、ラグランゲ緑丼バラ。乙女の戦国参戦ってどうですか店長。乙女の何か、乙女の新しいスロットはどうですか。ああ、絶好調です。絶好調。はい、はい、絶好調です。打ってください。打とうかなって言って、知らないうちにハーデスの前に座ってるのがあっちゃうの。お、よく知ってますね。もう私ハーデスには目がないんでね。おー、いいよ。はい、天井から爆発してますね。はい、オギーはすごい。これで、はい、また100です。あ、200がいた。200がいた。お、さあ、崎山も早く負けるんすね。なんか、あ、来ました。またはい、うわー、おお、70までいった。うわ、すごい。いけいけいけ。あー、70。おー、いや、こうなると面白いな、これは。はい、あー、またや。崎山は勝てない。勝てないっす。はい、チェリー引いてるのに。ボール以上はなかなか来ないね。緑戸は本当にどこ行っても台が選びたい放題だよと。そうですね。打ってて羅針盤眩しくないですかと。どうですか。全然そんなね、眩しくないですね。そうですね、大丈夫。はい、ということで、DJ 崎山は、激闘南部抜けましたね。はい、キコでハーデス選ぶコツはありますかと。あ、なんですかね。どうなんですかね。いや、直感じゃないですか。直感。あの、ゾーン狙いをしてて勝てる気しないですね。あ、直感に頼ってくださいと。はい、はい。店長、相談なんですが、はい、スネ夫がいやらしい目で行くたびに見てきます。あのすぐ行ってください。すぐやりますんで、僕は。やっつけますよ。やっつけますよ。すぐオクラホマ支店にぶっ込みますからね。すぐにやりますんで。はい、選べるほど緑丼が生き残ってるわけないだろ、いい加減にしようってことですね。だから行ったらオーラなんか気合いだって。ってことで、授業料3万2千円までらしい。高い。お願いしますと、オディ。高い。はい、あらわら。さあ、残り時間30分でーす。はーい、やばい。さあ、ちょっとビッグゴロ店長がやばい、厳しい展開になってきた。継続しました。はい、7連目ということで、はい、オーラ昇格チャンスですね。はい、当店打ちてーと。あ、ぜひ明日当たってとね。土日なんでぜひね、気候なかまど店遊びに来てください。ぜひぜひ。緑丼導入とか、カスポット店ですね。わかる、違うよ。
どこもいっぱい入れてたでしょ本当に。ねえ、あれはね思いのほかヒットしなかったね。え、キコーナの番長バイオ北斗はサブ基盤、え、サブ基盤ついてたと。サブ基盤はサブ基盤はついてますよ。全部ついてるんじゃないか、はい、あれ店長罰ゲームですかねと。はい。こんな匂いがしてきましたよ。匂いがプンプンしてきましたね。プンプンしてきましたよ。あ、オギーは強水か。はい。来週はボーナス出る会社だから客多いだろうなと。あ、来週ボーナスの時期なんですか。あ、そうですね。最近活大ますます多くなったな。まあでもこの台は活大じゃないと思いますね、はい、これはいい台だと思う。いい台ですね、はい、違法サブ基盤か。あ、なんか最近問題になってましたね。なんかねサミーの、北斗が動くかね、あの辺が交換しないといけないみたいな話はありました、ね、緑の、あ、オーラはひどかったよね。オーロラはひどかったよねと。オーロラありましたね。前作はまだかねと、まあ、前作も結構きついよね。はい、そして8連目、はいはい、はい、オギは中段距離。花々50台入れてくださいよと。30杯ですか。花々、うん、あ、あれごめんなさい。まあ、検討は します、はい、花々。蒼天遊びやすい台になった感があるなと。勝てるかはわからんかと。確かにね。オーロラはっていうよりオーロラもひどかった。なるほど。さあ、オギー、あー、ダメ。こっち田舎だから蒼天25日導入なんだってと。あ、本当ですか。ぜひね、あの導入された際にはうち行ってくださいよ。面白いですよ、今回。そろそろ天地の銀に入れてほしいなと。あー、見たい。さあ、勝てるか。お、でかい。うわ、よいしょ。あー、大きい。勝ちましたね。さあ、上乗せは何だ。炸裂か、中砲。あー、炸裂です。はい、200とか見せてよ、オギー。見たいっすね。あ、さあ、10からスタート。20、はい、20ゲーム。設定力簡単なの。オギー盛り上げるねと。ありがとうございます。はい、うちの店全然出てなかった有名観光都市より。あー、そうなんですか。緑ドン2と、フレテすらない。ドンちゃんは早くアクロスに作ってもらって花火としてやり直せと。わかるよそれ。キコーナで勤めたいんですが、ボーナスはバイバイチャンスありますか。バイバイチャンス、まあ偉くなればじゃないか、はい、ね、どんどん出世すればね、ありえますよ。スイカ意味ねーと。そうですね、意味なかったですね。はい、さあ、オギーは今何枚出てるの。今713です、ね、700枚。おー、さあ、まだ天井行った分は回収できてないかなっていう感じですかね。そうですね、はい。さあ、竹山はコウキ。コウキです。はい、弱スイカ、はい。超バイバイ余裕であるよ。どっかの企業でサイコロ振って6出たら倍で1出たら2分の1って企業あるよね。怖い怖い、怖いね。はい、ということで先山9連621枚。はい、はい。キコーナは、6入れますか。そんな当たり前じゃないですか。やっぱり高設定はバトルに勝ちやすい気がするなと。おお、なるほどね。おお、さあ、オギーが今のところね、オギーはこれ天井から、一撃で出ておりますので、皆さん天井からの動向っていうのをね、こう目の当たりにしてるっていうところですよ。今結構いい感じで出てますからね、これ750枚。はい、キコーナの想定の件数は中段距離しか止まらないって本当ですか。いやいや、そしたらそんな台撤去だよ、もうぶっ壊れてるよ。もしボーナスでそのサイコロあったらオギーはやりますかと。ああ、元がいくらかによりますね。じゃあ100万円だったら。100万円だと行きます。行くの。行きます。
おお、ほんと行きます行きます。じゃあ10万円だったら、10万円だったら、いや、やります。どの道やるんじゃないか。やります。あ、なるほどね。店長やりますか。やりますね。やる、やります。崎山はもちろんやります。あ、みんなやるんだね、そこは。あ、私もやりますね、多分ね。間違いないですね。導入からのスランプグラフ見ると一発台って感じするんだけど、どうですかと。まあ、そうありますね。あ、それはなんか感じるところはある、スイカからチェリーの広角行くよ6話と。ああ、なるほどね。そうなんですね。そこの移行が早いと。ユーロテキサ、ビッグボローさん起きてる、とりあえず寝てるからビンタしてみた方がいいよと。いいとこ全然見せられてないですから今日。ギャンブラーやなと。パチ屋の店員だからと、バクチー感がすげえな。賭博、うん、崎山嘘はやめなさい。どういうことですか、どういうことですか。崎山固くサイコロなんか振らないでしょってことなんじゃない。うわー、ちょっとカッコつけたかもしれないですね。サイコロなんで、そうなんです。今日ね、DJ 崎山、放送テレビの最後ということなのでね、はい、最終回スペシャルでお送りしております。イエーイ。いや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 ね、まあ、せっかくなんでね、ちょっとだけ画面をね、しましょうかね。本日 DJ 崎山最終回スペシャルなんですよ。はい、天下最高ということでね、ありがとうございます。間違いないですね。はい。はい、あ、すいません、なんもないなんもないっす。でもさ、ボーナス2分の1になったらマジへこむよねと。あ、まあへこむけど6出たら倍だよ、確率的には一緒じゃん。あ、小木圭人くん、はい、左遷か左遷かっていうコメント来てますね。いやー、まあ悪いことはしましたね。はい、あのね、出してはいけない禁断の恋にね、はい、反省はしてます。食堂のおばちゃんとね、禁断の恋で。ただ女性スタッフが泣いてたっていうので、なんかその涙のわけが、多分いろいろあると思うんですよ、だからもう本当捨てられたとか。やめてください、やめてください。ひどいことされて捨てられたとか。ひどいことしてるね、崎山、本当に。本当に寂しくて泣いてる子もいるかもしれないですけど、中にはそういうなんかこうひどい目にあって。あ、ね、いや僕は本当に寂しがってくれてると思うんですけど、店長真顔でなんか自分も悪いねみたいな言ってきたんですけど。お兄さん、今の冷たい目なんですか。崎山天下の使い心地を詳しく説明します。詳しく何知ってる。いや、でもなんかあんなんなんすね。あんなんなんすねって感じ。あんなんなんすねって感じだったね。具体的に言うと、まあ、具体的に言うとはあんなんなんすね。え、どうなの、それはフィニッシュできたのだと。いや、それはもうもちろんすよ。あ、もちろんフィニッシュはできたと。当たり前じゃないですか。これ大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。なんと崎山とんがりを追いかけるのか。今日の視聴者プレゼントはラリュー版ヤクモノと DJ 崎山をそれぞれ1名ずつでいいですかと。想定初日の設定配分を教えてくれて、これも、ね、言えたら言いたいんですけどね、本当にね、なかなか言えないですよ。はい、よかった。あれ、そういえばとんがりはと。え、いや、いないです、いないですよ。店長のお尻がそんなに好きだったのか、ホモーと。あ、これなんすかね、赤いね。お、赤い、はい。あ、テリーね、レインボーお願いします。はい、崎山最低。うわ、最後に嫌われて去っていく。ゴラム、ようこそ我らが広角機動隊へ。崎山は今日からトイレ掃除係ねと。広角機動隊へ。皆さんスポーツは何かしてますかと。あ、僕はあの草野球やってます。あ、野球やってるんですね。はい、軟式野球。軟式の。はい、小木は嫁と夜スポーツしてます。あ、なるほど。崎山は僕もやってないですけど、昔はずっと野球やってました。あ、野球やってた。はい、今は何もやってない。なるほど。私はよくあの中国人の方とスポーツしてますね。両方で両方でよくスポーツしてますね。天下よりエッグの方がいいって聞いたよと。なすかなすか。エッグ天下じゃないか。エッグ天下聞いてないですよ。卵の形した天下があるんですよ。あ、じゃあそれをね、今度店長試して、今度感想をね。お願いしますね。はい、キコーナーは全力です。いやいやいや、できたらいいけどね、本当に。うわ、妊娠確定バラあん中なんすね。責任取ってよね。そういえば水曜日にキコーナーの、
面白会社説明会ってしてたんだけど、あ、関西でやってましたね、面白会社説明会。関西のね、マネージャーの方がね出て、ウェスカー、ウェスカー、ウェスカーが出てましたね。はい、お、黄色、はい、黄色です、黄色です、はい、面白会社説明会で部活あるって言ってたんだけど本当ですかと。本当さ、ありますね、キコーナの部活、はい、まあ、関東はないかな、 ある部活、関西はあるんじゃない、関西はありますよ、はい、関東はまだないです、関東はまだない、はい、ね、まあ、店舗数がまだ、やっぱ関東はまだ6店舗、関西はもう50何店舗あるからね、50何店舗かな、やっぱその人数が違うっていうところでまだ関東はないですね、はい、さあ、オギーやばいかな、大丈夫、やばそうですね、そろそろ、うん、ベタピン営業の日ってありますかと、ないですね、はい、あ、ケンシロー、剣道部ってあるらしいよと、ありましたね、確か、あと、オギーキャバクラブ作ろうぜと、もう一度お願いします、キャバクラブキャバクラブキャバクラブ、夜の活動です、いいですね、マット部作りましょう、マット部がいいよ、マット部がいいよね、マット部の方がいいよね、マット部だったら俺も入ろう、マット部、うん、さあどうだ、あー残念、キコーナって関西の会社だけど関東生まれの店長さんとかいるのと、いますよね、そうですよね、いますよ、はい、ちなみにビッグゴロ店長は、僕は関東です、関東出身ですね、はい、まあ関東の店長さんは結構関東の方多いんじゃないですか、はい、ね、崎山最後に面白いことして今日の放送を締めようよ、いやまあそれは最後ぐらいでいいんじゃないですか、あ、最後のねエンディングで、はい、でも寂しいですね本当に最後っていうね、寂しいね、崎山やエリマネといい楽しい人がいなくなるのは寂しいなと、そうなんですよね、あのエリマネーターもね関西の方に行かれるということで、昨日の放送が最終回だったんですよね、その部活は部外者でも入れますかと、いや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 、部外者はまずいでしょ、会社の部活なんだから、イタリアとコスタリカの試合面白いよと、お、マジですか、ワールドカップね、ベタピン営業の日はないですね、毎日とか口が裂けても言えない、崎山マット部入る、いやもうぜひ消えてください、はい、部長がいるんでやっぱり、はい、復活、ガチムチレスリング部ありますかと、わー、なんか響きが嫌だ、そっち系ですか、ホモ系ですか、え、崎山は天下部作ろうぜどんな活動なの、活動内容を知らないですね全て試してこう、ね、全部レポートにまとめるっていう、ね、地味な作業で地味っすね、提出先はこの点が使ったら何分何秒で行きましたみたいな、コスタリカは、ペコキがうまそう、天井結構暑いねと、結構続いてますね、続いてますね、先輩、さあ残り時間が20分、うわ早い、あ、さあ八坂だよ、倒して、オギ頑張ります、はい、でもえキエン、おお、マット部は遠征あるんですか、ありますよ、崎山と結婚してるっけ、してないっす、はい、してないですよ、募集中です、はい、設定配分は誰が決めるの、会社からってことなんですけど、いや、僕が決めてます、あ、店長が決めてると、はい、はい、皆さんね、名前にも注目してくださいよ、店長ね、ビッグゴローですからね、はい、来週から天が崎山で出演するんでしょと、名前変わるだけでしょ、うわそういうのやったらいいんですけどね、スタッフにあんだけ言っといて、バイト食ったことありますかと、ないです、なすかなすか、店長それ、緑、オギーはない、ありますね、オギーはある、いや、ないですよ、オギーない、はい、崎山はないです、あー、その辺はやっぱしっかり、はい、はい、あんまりね、社内恋愛はね、
どうなんですか、気候な的には。食堂のおばさん。いやあれは、食堂のおばさんはいいの、ありなの、あれは許してください。刻んでる時にこう、後ろからね、そうです、はい、つい、崎山最後に五郎店長にパイ投げしようよと。いやでも最後なんでね、怖いものはないっすね。崎山って世界的天下ソムリエでしょと。うわいいね、天下ソムリエってかっこいい。かっこいいっす、かっこいいっす。名刺作りたいっすね。オリンピック競技に天下ありますか。おー、ケイト君、天下ソムリエ設定入れても出ない台ってありますか。超あるよ、ありますあります、はい、あるある、店長日記ってあるんですか。店長日記、うん、ブログみたいな、ブログはあります、はい、はい、ぜひ見てください、はい、ね、なんか資産みたいなのあるんですかってことなんですね。まあこの辺は読んでいただいてね、はい、でも関西に天が川瀬っているから被るからダメだよと、はい、あ、関西の放送にいるんだ、もう、気候なの、一句五郎早漏かな。店長は利益関係なしに設定とか面倒だからサイコロで決めてるんでしょと。何ですか、設定決めるの面倒くさいからサイコロで決めてるんでしょ。いや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 、そんなことしませんよ。ちゃんとやってますよ、はい、ネギ刻んでるときに腰のリズムを刻むのか、崎山とね。まあ、ちょっとそういう感じですね、僕。店長、おばちゃんを後ろからってどんだけ AV 見てんだよ。崎山スイカこぼしたので腕立て20回な。いやーやめてください。この体重を支えられない。みんな見てます、みんな見てますからね。でも設定サイコロで決めるの面白いよな。面白いですね。昔ありましたよね、昔そういうイベントありましたよね。昔できイベントができる頃とかはね。食堂のおばちゃんって俺の父ちゃんに、なる機会をわらわら。お母さんなのか。よろしくお願いします。おばちゃんは団地妻ですかねと。どうなんですかね。それは言えないですね。それは言えない、個人情報なんで、はい、天井すごく続きますねと。続いてますね、オギそろそろやばいんじゃないですか。やばい、あーやばい、あーすごい、あ、復活、ここ当たりました、秋山も当たりましたね。四五の台、いいね。設定力打てるなら何の台、一番勝てそうな台は。なんなんすかね。まあでもやっぱりジャグラーとかが使いやすいんじゃないですか、お店的にはね。一番勝てそうな台、甘い台って何ですか。今うちで甘い台は戦国乙女2ですかね。あ、戦国乙女2は結構甘いスペースだと、はい、あ、なるほど。マクロスも甘いですよね。そうですね、マクロスも甘め。で最近の台結構いいんじゃないですか、狙い目じゃないですか、新台ね。はい、はい。モンハンは辛いと。モンハンも結構波が激しくて、あ、出るときと出ないときが激しいですね、はい、うん。さあオギー、はい、そろそろほら上乗せ、激闘ランプ、激闘ランプなかなか勝てないですよね、うん、避けた、はい。崎山は JD 好きって聞いたのに実は熟女マスターだったのか。うわーバレましたね、ついに。さあオーラ昇格チャンス、オギーレインボー来い。さあ青、あれ、はい、確かに他の店より乙女とマクロス甘いよねと。お、まあ、甘く動いちゃってるのか甘く動かしてるのかは分からないですけどね、この辺はね皆さんご想像にお任せしますよ、はい、はい。モンハンばっか打ってたから今年の収支マイナスになっちゃったと。あ、マジか。まあね、あれね、最初の頃は結構甘く動いてたんでね、はい、あ、ちょっとカメラ位置ずれたかな、今ね、なんかいますね、スネオが来た、スネオが、あー、ランカちゃん、ランカちゃん来た。いや今日もランカちゃんがいますよ、はい、当たりました。お、店長当たった、440ゲーム、はい、ランカちゃんいますよ今日も、はい、
はい、じゃあ店長のラインに画面つきましょうか。はい、あ、やばい、オギやばい、ケンシロウ来ましたよ、うん、スネオだ、ランカちゃんだ、崎山出なくていいからランカちゃん出そうぜ、うわ出た最終回なのに崎山最後におすすめの AV 女優を教えてください。おすすめ誰なんですかね、僕基本的に全員好きなタイプなんで。全員好きな AV 女優なの。そうですね。あ、そう、ランカちゃん可愛いな。ランカちゃんいくら、いや売ってないから、スネオよりランカちゃんの方がスネオ顔なんだね。そんなことないよ。イエーイ、おー、どうした、オギー、おい、倒したということで激闘ランブインチャンハイですね。来ました。いや、いい感じ、いい感じ。これオギー今何枚出てるの。今1300枚ぐらいですね。1300枚。これはもうまくったんじゃないの。天井行った分はもうプラス域に行ったんじゃない。ビタ押し、どこをビタ押しですか。わかんない、リールにビタ押しなんじゃない。ダメでした。はい、蒲田の放送はランカちゃん一択なんだよなと。あー、見たいですか、ランカちゃん。さあ20ゲームからスタート。30、素人か崎山、素人ものが好きなのかと。まあまあ悪くないっすね。悪くない。崎山マジックミラー号が好きなのか。あ、はい、まあ好きです。あ、まあ好き。でもやっぱあるじゃないですか、うん、食堂じゃないですか、うん、6で天井、そうそう。おー、オギーどう、はい、乗る、乗りそうな、うん、活目いくかな。次の機体の寝台は何ですかと。さっき聞きましたね、ガロ、はい、スロットだったらやっぱりあれですか、鉄拳ですか、それとも仕事人ですか。鉄拳、鉄拳、はい。オギービタ押し失敗したので腕立てなすいません。プレステージの、12%ナンパーが俺の中で最強なんだよなと思う。そうそうって設定いっちゃダメだろ、わらわらそうですね、危ない危ない。さあこれいいね、こうやって続けば面白そうだな、オギーみたいに。天井を狙うといつも天井手前で当たる。あー、わかる。でね、あの2連で終わって100枚みたいな、どうすんだよみたいなね、うん、まあでも今回はもうゲーム数の解除がねあるみたいなんで、はい、あー、崎山は復活して今5連目。5連目入りました。そして店長は、はい、何連目ですか。これ3連目ですかね。3連目。オーラ所属チャンスですね、はい。最近の台天井ストッパー強すぎだよね、うん、ありますよね本当に。今のところ最下位は店長ですかと。そうです、はい、はい。天井狙っていても天井手前で当たる。読んだ。期待の新人女優は何ですか。わかんない、俺最近わかんないですね。当店寝台いくらですかと。30万円台後半ですかね。そうですね、はい。そんな客に優しい台ばっかりなわけないだろう。そうだね。エリマネが関西にいなくなったら嫌なところ一つずつお願いしますと。何ですか。どういうことですか。エリマネが関西に行っていなくなったらだから嫌なところを一つずつ言ってくださいと。あ、エリマネの嫌なところを皆さん一つずつ言ってもらってもいいですかっていうことで、ね、そういうことですね。そういうことです、そういうことです。オギー、オギー教えて。エリマネの嫌なところですね。そう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 。機嫌が悪いとき怖いです。あー、機嫌が悪いとき怖い、はい、伝えておきます。崎山、そうです、筋トレしろ的な感じがたまに怖いですよね。筋トレしすぎてるじゃないですか。あ、やらないといけないかなみたいな。ああ、そこを俺もやらないとってなるところからちょっとやだなっていうね。まあ、なんなんすかねこれね。いつ頃店長は。僕はちょっとお酒を飲みに行きたかったんですけども、ああ、チャンス逃してしまったんで。え、何ですか。お酒を飲みに行きたかったんですけど、ね、
ちょっとまだ飲みに行けてないっていう。飲みに行けてない、はい、あそれが嫌なところ、はい、あなるほどね。ビッグゴローどこだといますよ、はいはいはい、オギーは15連目、はい、あこれを、はい、店長30杯罰ゲームかナムナム、ザキヤマ今まで本当にありがとねと、でもランカちゃん出たら5秒で忘れるから心配するな。嬉しいですけど、悲しいですね、はい、でもありがとうございます。一番ビリが明日キッコー縛りで営業ってマジですか。4号機やだ、4号機おった1999ゲーム天井だったよな、恐ろしいわ。エリマネってハーデスみたいだよね、オギー今日追加らしいですね、はい、オギーはい、エリマネってハーデスみたい？いや、そんなことないですよ。ノルマはある？ノルマ？ノルマってあるんですか？ノルマ、うん、ノルマは全然ないですね。バックゴロー、はよ、エリゴリ、ウホウホ聞いたぞ、ウホウホ許さない。争点評判悪いけど、こうして見ると面白そうだねと。いや、面白いですよ。面白いっすね。続くな、店長無難にかわしたな、バラと。そうですね、まあ、それはね、人生経験が違いますよ、店長。いや、これからもお世話になる方だと。そうですね、はい。ビッグゴローいつもの得意のモノマネしてと。何がいいですかね。エネゴリくん。エネゴリくんのモノマネしてっていう。ちょっと見本見せてもらっていいですか。日本は、ね、あのオギーが得意だよね、はい、いや最後にやっていくべきでしょう、はい、えいやあのちょっと何の話か全く分かんなかったですね。早くやれよ、想定面白いですね。ようレアくしねえと、もういなくなるんでね、もう昨日コロスケが補導されてました。ビッグゴローいつもの得意のモノマネしてくれよ。当店辛くないです、辛いですね、辛いです、はい。店長年収いくらですか。普通の、 あの一般的なサラリーマンぐらいです。一般的なサラリーマンぐらい、はい、はい、今打ってる台は明日そのままなんじゃないですかと。まあ、このままね、疲れて帰っちゃうかもしれないですもんね。疲れて、もう忘れてね、深夜も2時だからね、もうこれ疲れて帰っちゃうかもしれない。オギーがちょっとやるんで、オギーたまにそういうことをやっちゃったり、ね、オギーね、よくミスあるからね、おー、来ました。俺は崎山のエネゴリが聞きたいな。さあ、バトルしますよ、勝ちますよ、はい。はい、あ、罰ゲームだ、すいません、お願いします。ちょっと大きい喋ってて、はい、ちょっと大きい喋っといて、うん、喋っときます。はい、じゃあまあ崎山主任の思い出話でもしますか、うん、はい、しましょう、はい、お願いしていいですか。あの崎山主任、あのこう何か問いかけていると必ず面白い返しをしてくれますよね。そうですね、これはもう生まれ持ったあれですよね、才能ですね、はい、職場が楽しいです。職場が楽しい、はい、そうですね、いつ決まったんですか。3日前ぐらいですか。3日前ぐらい、はい、おめえこの野郎これ崎山に言わせて。あ、俺は店長と崎山のガチムチレスリングが見たい。もうガチムチとかもう、ええ、響きは良くないですよ。生々しいですよ。今まで店長におごってもらった一番高いもんって何ですか。僕店長と一度しかあれですもんね、ええ、ご一緒させていただけなかった。そうだね、はい。オギー崎山の滑らない話してと。崎山の滑らない話、いや滑っちゃいますね。そうですね、大体滑っちゃうんで、なんかないの。スネオネタなら結構持ってるんですけどね。あ、いいですよ、別にスネオネタで。スネオネタでいいですか。ええ、なんか、ね、あれ
ネオネタでも全然いいです。あ、ちょっとやばいネタいきましょうか。え、やばいのぶっ込んでくる。ネタ帳出しますわ。え、ネタ帳出たー、その黒い手帳が怖いんだね。あ、ちょっといいですか、暴露トーク。お願いしますよ。なんとかちゃん頑張ったよのことを、夜の生活を最近した時なんですけど、時々なんか、あれらしいんですよ。役に立たない状態になっちゃうらしいんですよね。誰がですか。スネオさんがです。ちょっとまずいですよね。役に立たない。若いですからね。何ですか何ですか、それは。男に、男にしかついてないやつですか。柔らかい感じになってます。柔らかい感じになるわけですね。柔らかい感じ、ぐにゃってあれみたいな。スネを映してくれよと。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、入る。ちょっとやめてくださいよ、ほんまに。言いたい放題ですね。言ってたじゃん。ちょっとね、コメントね、すいません、読んできます。店長何歳ですかと。あ、36です。今年7です。はい、はい。皆さん振りのかわし方がお上手ですね。まるで最高ループの時のケンシロウ並みにうまいですね。なんかちゃんが気になってしょうがない。はいはい、なんかちゃんいますよ。はい、はい、今ね、マイク、はい、こんばんは、なんかちゃん。はい、スネをネタして、スネを映して立たないってやつですか。そう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 。大きめのグミですね。わかります。ヤッタマンコーヒーライター、かわいそうだからバイアグラ経営に置こうぜ。来たー。はい、これね、ランカちゃんね、今日はどうですか、忙しかったですか。今日はちょっと私ホールには出てないです。あ、出てないんですか。今日何してたんですか。今日は研修がありました。研修が。あ、研修が。あ、なるほど。お勉強してました。お勉強。はいはいはい、はい、ランカちゃんってコメント来てます。はい、こんばんは、どうも。さあ、オギーは、お、倒した。倒しちゃいましたね。はい、来ましたね。はい、ということで残り2分ですね。はい、はい、いいところなんですが、残り2分で対決の方は終了しますよ。まあ、でもこれいい勝負ですね。研修会とか、なんかちゃん忙しいなと。うん、ザーッと音が聞こえるね。なんか入ってますね。あ、これ店長の音かな。ああ、ちょっと待ってね。オギー喋って。はあ。滝山喋って。ああ、これで OK かな。店長が離れたんでちょっとね、音が。はい、中国製の一日中ダイヤモンド級の薬もあるじゃないですか。一日、うん、まあ、スネちゃまは立たないザマス、ママに任せるザマス。これから立たないスネ夫として、しか、立とえない、見れないわ、例えば想定に設定56、3台ずつ入れるとき場所を適当に入れたり連日へこみの場所とかありますかと。この辺はね、もうお店に通ってもらってね、読んでもらった方がいいと思います。そうですね。はい、継続するって見せれていい宣伝になったね。うん、俺が打ったら絶対こんなに続く。これ天井からですからね、皆さん。はい、天井からオギーがこうやって続いてるんでね。はい、はい、ということで2時になりましたので終了。終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ伸びる、伸びない、伸びないか、伸びない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あっち行けるよ。 あっち行ける、行ける。はい、ちょっと待ってくださいね、画面切り替えます。はい、はい、ということでね、今日はね、たくさん来てますよ。なんかちゃんもね、スネオもいますから今日は。よいしょ。はい、はい、ランカちゃん目に入ったらあかん。はい、お疲れ。スネオ役立たずだなと。はい、お疲れ、お疲れ。どこかの、どこかのメール登録よくわからん。あ、メール登録のやり方がわかんないのかな。メール登録ってどうしたらいいんですか。 P ワールドから行っていただければ、P ワールド、はい、はい、から行けば気候な蒲田店で検索して P ワールドの、そうですね、はい、あれ立たないスネオやん、チースだって。チース、チース。
チーズ。はい。待ちます。はい。ランカちゃん。どうもー。はい、どうもー。P ワールド？そうそう、P ワールドからいけますね。はい。はい。ランカちゃんホールで会ったら嬉しいだろうなと。いやもう遊び来てくださいよ。遊びに来てください。お待ちしております。お待ちしてます。はい、お待ちしてますよ。はい。いやらしい答えばっかりを、しようってわら、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで、本日の罰ゲームは、ビッグゴロー店長もうね、今日圧倒的にね、後半もオギーがずっとまくってたし、ね、崎山は最終回ということでね、500枚クラス、500枚、600枚と2回やってますけど、はい、店長は全然いいところがなかったというところなんでね、本日の罰ゲーム、パイ投げをしていただきたいと思うんですけれども、はい、本日は投げる場所をですね、視聴者の皆さんに聞きたいと、はい、いうところがありますので、皆さんどしどし書き込んでください。どこに投げてほしいのかね。部下の立場もちょっと考えて。あ、部下の立場も考えて。やりすぎはちょっと、あ、そうね、僕らが。あとあと大変なことになるからね。はいはい、崎山恨みぶつけて当てろよと最後だからできるでしょ、それは玉だろ、かしこまりました。この後ランカちゃん飲みに行かない俺とってコメント来てますよ。軽いな、おい、スネを、取っちまえよ、で取っちまえ、あれをね、あっちやめてください、それは、股間、顔面、股間、あ、股間多いですね、多いですね、股間多いですね、多いですね、それね、外してもらってね、マイク、はい、股間と顔面ダブルいきますか、じゃあ。股間と顔面ダブルで。誰に投げてほしいかですよね。誰に。両手下がってる、はい。やっぱね、やっぱ女子には投げてほしいかな、個人的には。ね、女子に股間に投げてほしい。なんかちゃん、お願いします。なんかちゃんにね、なんかちゃんに股間にこうぶつけてほしいですね。あ、いいね、後頭部、顔面、いや、いろいろあるね、股間、なめ取りです、違うよ、ランカちゃん、あ、ランカちゃん投げてほしいんだ、ピーッ、すりつけてくれと、ご褒美かなと、あ、たくさんコメントありがとうございます、じゃあね、ご褒美じゃねえか、それじゃということでね、じゃあ、崎山さんにね、顔面投げてもらいましょうか、ね、それで、ね、ランカちゃんにね、マジですか、いいですよ、いいですよ、もうね、本当に服も着てますしね、大丈夫ですよ、失礼します。はい、じゃあ行きましょうか、ご褒美じゃねえかご褒美じゃねえかってコメント来てますけどね、はい、同時でいいんじゃないですか、あ、同時ダメだな、同時だとちょっとカメラが拾いきれないな、いや、一個一個いきましょう、じゃあ顔先行きましょうか、顔先行きましょう、はい、はい、メガネ取った方がいいんじゃないですか、はい、日頃の恨みやったれとやったれやったれと、うん、日頃の恨みを、はい、じゃあビッグゴロー店長の、罰ゲームまで3、2、1、どうぞ。いや、優しいぞ、優しいっすね、なんだそれ、優しいじゃないか、本当にもっとベチってやってよ、ベチとベチと、ベチってやんないと、じゃあ、はい、ランカちゃん行こうか、次ね、あ、マジいいっすか、ランカちゃん行こう、ランカちゃん、ランカちゃん行こう、店長すいません、失礼します、はい、ということで店長のご褒美まで3、2、1、どうぞ。かなり強烈いったね、今ね。まあ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 、今日はね、はい、いいところ見せれませんでしたからね、店長ね。はい、ということで、じゃあ皆さんちょっと並んでもらってもいいですか。はい、最後に告知いきましょうか。はい。はい。じゃあ、DJ、告知を。はい。いいなぁと、崎山、ランカちゃんぐらいやれよと。本当ですよね。あ、なんだ ?1 個余ってる ?1 個余ってますね。あれ ?1 個余ってる。ちょっとこれ、ええ、あ、カメラをちょっと、はい、DJ 映してもらって。これを。最終回だからか。はい。そうか。ご褒美ね。ご褒美を。今までありがとうと、かまとてん。はい。今までありがとうということでね。みんなやろう、みんな。みんなでみんなで行きましょう。みんなで行く。で、着いた状態で、ちょっと明日の接客甲子園の告知とかやってもらいたいなと。はい。はい。はい。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ。はい。はい。じゃあ全力でね、皆さん。いきまーす。今までの気持ちを全力で、ね、表現してください。人生のパイセンとして。はい、頑張ってこいよー、はい、次行きましょう。はい、次誰、はい、ランカちゃん。ランカちゃん、ほら、一言。
あの、崎山の股間いきます。あ股間いく、はい、行こう行こう行こう、はい、崎山ね、はい、じゃあ、お願い、じゃあ、一言もらっていいですか、崎山に。はい、ダイエットしろよ、ダイエットしろよ、はい、じゃあ、スネはやんないの、あ、店長行く、店長行こう、じゃあ、店長、はい、イエーイ、イエーイ、はい、めっちゃ面白い、僕同期なんで、はい、はい、じゃあ、スネは何、直接、直接、はい、ということでね、はい、次の店舗行ってもね、しっかり頑張ってくださいね、崎山さん。はい、じゃあこの状態だとちょっとね、告知厳しいと思うんでね、ちょっとあのマイクつけてる方誰かね、告知やっていただいてもよろしいですかね。はい、はい、明日6月21日ですね、はい、まあ、関屋甲子園の、はい、まあ、準決勝っていうことになってますんで、はい、ぜひ明日もちょっと多数様のご来店、はい、お待ちしておりますので、なんとよろしくお願いします。はい、やりますということでね、はい、はい、明日の抽選時間は、はい、あのいつも通り9時半9時半集合となっておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、そしてあさって6月22日、はい、こちらが、9時15分からの、はい、ゾロ目になっちゃってる日は、抽選時間変更となります。なるほどなるほど、はい、はい、ということなんでね、21日は通常通り、はい、すべてをかけるホール徹底取材ワールド、カップシーズンということでね、はい、こちらの取材の方が入りますんでね、明日、はい、ね、そしてあさって、しあさってと22、23は、はい、あの9時15分抽選、はい、ね、はい、3日間お待ちしております。お待ちしております、はい、お待ちしております。っていった感じでね、今週の蒲田店の放送、こんな感じでお別れしたいです。まあ、もう、よって、映像がおかしいから、映像が、すりつけちゃう、ご褒美、その、スネオもやれよ、スネオめっちゃ悪いやつ。スネオの、スネオのスネオに、栄養をあげてよ。栄養をデチャモバメールって何。いや、ほんと待ってますよ。デチャモバメールって何ですか。デチャモバメール、デチャモバメール。あるんですか、そういうの。ああ、何ですかそれ。僕ら関係ないんで。なるほど、はい、はい、ゾロ目がってことだね。でランカちゃんが面白かったよと、ウェイ、はい、ということでね、皆さんちょっと最後ね、ま、集まってもらって、はい、もうちょっとね、こんな感じで、これも消すか。ね、気持ち悪い。気持ち悪い。え、はい、気持ち悪いなんかそういうキャラクターおろはい、といったところで、今週の放送はね、はい、この辺でお別れしたいと思います。ザキヤマありがとねと、お世話になりましたね、次の店舗でもね、はい、ぜひ頑張ってください。頑張れ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね、今週の放送は、この辺でお別れしたいと思います。また来週金曜日深夜24時のお時間、こちらの放送チャンネルでお待ちしておりますので、ぜひともね、気候な蒲田店、ご来店いただければね、ここにいるメンツと会えますんでね、ぜひ皆さん遊びに来てくださいということで、今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんおやすみなさい。さよなら。さよなら。バイバイ。ありがとうございました。うん、寝れない。そう、この感じいいね。